えー、24歳、大学生、童貞です。質問があります。24歳で童貞ってやばいですかいいえ。童貞であるか否かによって人間の価値は変わりますか変わりません、えー。童貞であるか否かという一つの情報は重要な情報ですかいいえ。それなりに真面目に考えても答えができません。医療者の結果を教えてください。あの、童貞かどうかって分からないんですよね。言わなければ。なので、あの、言わなければ分からないことがそんなに大事だと思ってるのって、多分頭が悪いんですよね。 例えばその、不細工かどうかって、ある程度客観的な問題になってしまうので、じゃあその、えー、っと、44歳で不細工ってやばいですかっていうのを、じゃあその死んだ魚を用意してる性格の悪いおっさんが言ってたとしたら、うん、それやばいよね。だって周りから見て分かるもん、あなたが不細工だってことはっていうのなんですけど、童貞かどうかとか、処女かどうかって、周りから見ても全く分からないので、なので言わなきゃ分かんないよっていう、それだけなんですよ、ね えー、ペイペイのアカウントが乗っ取られて、悠長に入れていた16万円が全部抜かれていました。ペイペイのサポートセンターに連絡し、調査チームにつなげてもらいましたが、怒りが収まりません。一体どういった手口で乗っ取られたのでしょうかまたどういうことに気をつけていたら、このような被害に遭うのを避けることができましたか、えー、何かアドバイスいただければ、少しは怒りが収まります。よろしくお願いします。当然、僕はあの、ペイペイのシステムの設計を知らないんですけど、えっと、その、 勝手に銀行口座かを登録して、その口座からお金を引き出すことができるんですか ?PP って。なんかその仕様がわかんないので、あの、なんでそんな仕様にしたのっていうところが僕はむしろ疑問なんですけど、あの、 えっと、その登録したものがクレジットカードじゃなくて、デビットカードで自動的にお金が使われてしまうっていうのであれば、それはデビットカードを登録したあなたが悪いですよねって話です。で、クレジットカードであの自動的に払いますってやつであれば、クレジットカードであれば、使ってですって言えば、クレジットカードの会社の方から止めてもらえるので、なので実質的に損することはないと思うので、 なので、デビットカードを使ったってことなのであれば、デビットカードを使うのやめたら、ぐらいな感じです。ただ、別にあの、僕ペ、PP イペイの使用知らないので、違う理由かもしれないですけど。えー、メンタリスト大悟さん、同定の原因の最終要,要素は遺伝子です。25%は遺伝子的にあるので気にしなくていいかも。 まあそうなんですよね。だからその、顔の構造とか身長とか頭の良さとかっていうのは大体遺伝で決まるので、あの、そういう意味でいくと、あの、遺伝で童貞っていうのがもう決まってたよねってなるんですけど、ただそれって、 あの、安心できる材料ではないと思うんですよね。遺伝か、そうだよね、しょうがないよねっていうだけで、あ、遺伝なんだったらよかったじゃなくて、その、では、理由と原因が明確にされても解決するわけではないので、安心はしないんじゃないかなという気はしました。はい。えー、頭の中を空にする方法を教えてください。息止めてください。 えー、学校での授業中、家でのテスト勉強中、寝る前布団の中にいるときに昔のことを思い出して考えることがえー、物事がすいません。何か脳に障害があるのでしょうかまあ別になんか嫌なことを思い出して、そのショックをもう一回繰り返すっていうのをやる人はいっぱいいるので、なので息止める訓練をしてください。あの嫌なことを思い出した時からずっと息止めて、っていうのを必ずやり続けるっていう癖をつけると頭の中からになりますよ。 24歳、就職歴なし大卒男です。法人2期目中だけで年利2億を達成しました。しかし問題点が2点来期中納税含め1.3億円近くの納税が確定、分野が情報調剤、経営者として付けるためにこの稼ぎ方はやめれるべきでしょうか。情報調剤ですが、胸を張って価値提供しており、クレーマーは全くありません。このまま事業を付けールすれば、複数の YouTube チャンネル売却も含め年利2億から5億かけて3年継続できると思いますが、横のつながりや人間力のない状態で30代突入しそうで怖いです。 別に金稼いでその後普通に引退して人間関係作ればいいんじゃないですかただ別にあの年利2億で、えー、と納税1.3億っていうのがちょっと分かんないですけどあの法人税どう頑張っても50%超えないと思うのでなんでその2億の売り上げがあってあ年利か利益で2億円でってこと でも利益で2億円で1.3億円の納税が、あ、消費税含めってことかなであればでも7000万円儲かるので、そのまま続ければいいんじゃないですか。あ、中間納税ね。はいはいはい。 えー、元からによりいたずらで精神的に崩れ分かれました。えー、彼女ねで、ね、そうの SNS を乗っ取り、嘘での錯乱と乗っ取りは二度目で、その後も必要な連絡が続き、僕が狂って、喧嘩で手が出たことを警察に出すよう脅しで近づこうとしています。彼女が駅にいるとき、突然手を引っ張られたり、彼女の家に無理やり入ろうとするなど,などのストーカー声もあります、えー。話をしていないのに、僕がいる店の写真が送られてきました。 えー、かっこ位置情報と遺産が取られている。送られてきたデーマべ全て残してます。訴訟を起こすならどう攻めるべきですか例えば、あの、訴訟を起こしたとしても、お金を取る権利がもらえるだけなので、で、えっ、ー、と、元彼によるいたずらで精神的に崩れ分かれました。えっ、ー、と、元彼なんですよね。で、彼女の SNS を乗っ取り、嘘で、あ、被害者が彼女ってことなのか。 あで、そういうことね。あ、元彼が彼女に嫌がらせをしていて、で、それを止めたいという話なんですね。で、言ってることが当然なのであれば、無理やり入ろうとする行為っていうのは、警察に言うと、あの、普通に逮捕してもらえるので、なので、あの、まあ、普通にその警察に相談して、で、あと民事でやる場合だと、そのストーカー規制法だったりとか、 あと、あのその半径何メートル以上あの近づいちゃいけませんとか仮処分っていうのも取れたりするので、いわ今からの相談なんですね。なので、あの警察に相談するといいんじゃないかなと思います。あと、弁護士は通してください。結局その、あのストーカー関連の、あのその法そのストーカー関連どういうことしなきゃいけないっていうのを分かってない警察の担当者って結構いるんですよ。 なので、その、ストーカーの相談されてて、でも、あの、警察が何もしなくて、結果殺されちゃいました、みたいな事件が日本でもちょこちょこあったと思うんですけど、なので、あの、こういう事実がありますよ。で、そのためにこういうことをしないと、こういう最悪な結果になりますよっていうのって、素人とか言っても警察官って相手にしてくれないことがあるので、なので、もしあの、その、あの、所轄の警察が相手にしてくれないそうだったら、弁護士さんをちゃんと通した方が、話は早く進むんじゃないかなと思います。 えー、26歳、小民女です。婚活を頑張ってきましたが、よくある話ですが、アプローチしてくる方は好きになれず、好きな人には振られます。えー、自分の基準が文層なことは承知しておりますが、婚活は精神的にしんどいので一旦終わりにしております。ひろゆきさんのお考えとして、独身の人間に対してどう思いますか今の人生で尊敬する方や上司は基本的に非婚者が多く、苦手な方は独身が多いです。独身はここに生きていくのにあたって不利なことになりますかどういった点で不利になりますか うんまあ別に一生独身でいいやっていうふうに本心から思ってるのであればいいと思うんですけど、あの単純に、あの自分がモテないから独身でいいやと思い込みたいですっていう話だと思うんですよね。要はその好きな人とか全然いないし、毎日満足してるから、あの一人で暮らすのは何の問題もないですってあれば、ですよね、どうぞどうぞって話なんですけど、好きになってる人はいますと。でもその人には振り向いてくれません。振られました。 なので、そうすると、こういう人好きだよね。でも一緒に暮らせないよねっていうので、こういう人と一緒になって仲良くしたいなっていう願望を持ったままなんですよ。で、ただ自分が報われないから、一人でいるのも幸せなんだって思い込みたいっていうだけなんですけど、残念ながら、そういうふうに自分を、自,自分自身を扇動できるタイプの人であれば、あの、こんなおっさんに2440円とか払わないと思うんですよ。なので、あの、高望みをしているというのが問題なので、一回、 あのアプローチしてててくくる人と付き合ってみてくださいで半年付き合ってみて別れる半年付き合ってみて別れるっていうのを6回繰り返してください。で6回のうちにあの1回でもまあ半年以上付き合ってもいいよねって思う人がいれば継続すればいいしでもそれでも無理だったらやっぱりダメだっていうのでで6回やってみてそれで無理だったとしたらもう多分付き合うの無理なんで1人で生きてくっていう覚悟を決めた方がいいんじゃないかなと思います。 はめまして、新たに始める料理系 YouTuber のチャンネルの相談です。えチャンネル名は、相談師食堂、顔声出しあり、熊本アソにて、地元の食材、器を使い飲み物、の格好も日本酒、ワインでの一品料理をメインに作る予定です。Twitter、Instagram は相談師食堂まで解説済み、年末の2月23日の本動画は、え 年末12月23日に本動画を初,ちょっと初投稿する予定で、ね、それまでに約20秒の軽い告知動画を何本か投稿し、12月23日の本動画投稿までに一定の視聴者獲得したいんですが、意見と相の間イありますかえっ、ー、と、失敗すると思います。あの、まずですね。えっ、ー、と、今、5月の8日なので、あの、半年以上先ですよね。あの、芸能人が、もともと有名な人が、あの、半年先に YouTube を あの、公開しますであれば、まだ期待してくる人いると思うんですけど、まず、あの、素人で誰も興味がない人なのに、半年後に何かど、その、動画をスタートしますと。で、動画をスタートする前の段階で、視聴者を獲得したいっていうのは、気持ちはわかるんですけど、あの、無理だと思うんですよ。で、あの、まあ、 えっと、10万人ぐらい挑戦したら、1人ぐらいは、あまりになんか変わったことやってるから興味を持たれて、あの、うまくいくっていう可能性あると思いますけど、残念ながらうまくいかない可能性の方が高いと思います。で、あの、基本的にはその YouTube って、どれだけ試行錯誤して、量を、その時間を使ったってかってことなので、 本当に成功したいのであれば、その毎日動画を撮り続けるというのを今からちゃんとやって、その半年後にやればいいやとかではなく、あの、今ゴールデンウィークだと思うので、あの、今のうちから動画を撮るっていうんで、動画って撮ってみて編集してあげてみて、で、それでもやっぱ高低ロップ越した方が良かったよねっていうので、やっぱり編集の荒って必ず出るんですよ。 で、その、ヒカキンさんですら、やっぱり昔の動画見るとここひどいよね、みたいなのを言ってたりするので、なので、あの、動画をどれぐらい多く撮って、で、じゃ,じゃあそれこう、あの技術としてこうやって直した方がいいよねっていうのを試行錯誤した回数が多ければいいほど見やすい動画になるので、なので、あの、半年後にスタートとかじゃなくて、今からやってください。 えー i t t e r のアカウント削除されたトランプですが、民意や議会を左右する Twitter の方が市場の株価に影響するという事実より買収しましたが、同時にユーロはデジタル法整備を課し国家が削除可能としました。お、この人なんか、あの、論理と文章が、あの、統一されてないですね。えー、バーグが第二の通貨を出そうとしたら、規制され通貨発行権を犯すことに対する威圧を行いました。これはあの、Facebook の,の創業者の人のことをバーグって呼んでるのかな えー、資本主義で究極の財政の役割とは、夜景国家であり、スムーズな競争を促す規制や法案を伸び出すべきかと考えます。難しい課題ですが、ひろゆきさんどうお考えでしょうか。えっと、別に難しい考えではなく、夜景国家の方がいいよねっていうので、昔の国家っていうのをやろうとしたんですけど、夜景国家って成立しないんですよ。 要はその、あの、税金をめちゃめちゃ安くして、福祉とかってない方がいいよねっていうので、コストが安いし税金も安いから、その方が国として成立するじゃんっていうのを、あの、昔でそう思った国の人たちって結構いるんですよ。で、それやってみると、要は、あの、福利厚生がない場合に、じゃあその、何らかしらで、その、働けなくなりました。でも、今後食っていかなきゃいけませんっていう場合の人って、もう泥棒するしかないんですよ。だって食っていかなきゃいけないから。 例えば、じゃあ、その、僕が、じゃあ、その、なんか、べしゃりで食ってる人だとしますと。芸能人で喋りで食ってますと。で、あの、何らかの理由で、あの、舌が切られて喋れなくなりました。でも、あの、45歳、あと40年間を生きていきたい。で、そうすると、もう、普通に仕事をすることはできないから、じゃあ、泥棒をするしかないよね。強盗をするしかないよね。ってなって、その、悪いことをすることで生活する人っていうのがどんどん増えていくるんですよ。 で、今コメントで生ポでええやんって書いてるんですけど、夜景国家っていうのは生ポがない国家なんですよ。要は、福利厚生っていうのが、今その生活保護はってコメントがあるけど、生活保護があるから働けない人は犯罪をしない代わりに生活をすることができるんですよ。でも、福利厚生生活保護とかがない場合は、もう生きていくためには犯罪をするしかないよね。ってなってしまうので、夜景国家をやると、めちゃめちゃ治安が悪くなって、で、 金持ちは治安の悪いところに住みたくないので、夜景国家から福祉国家に引っ越すんですよ。例えばじゃあその、あの、じゃあ福祉が全くない国っていうところに育った金持ちが、隣に日本があります。治安めちゃめちゃいいです。夜一人で歩いても大丈夫です。でも今の国はめちゃめちゃ治安が悪いから、外を歩いてると、なんか刺されたり強盗に襲われたりして、なんかうどだけを盗むために腕ごと叩きられますみたいな国ですってなったら、じゃあ日本行くわってなるじゃないですか。 なので、あの夜景国家っていうのは、先進国では成立しません。えっ、ー、と、製鉄所の下請け勤務の43歳、独身です。半年付き合った彼女を27歳のエンジニアで、親が医者をしている男に捕らえました。彼女と付き合うまでに10年くらい彼女がいなくて、真面目にコツコツやってきましたが、もうどうでもくなりました。月25万の給料では勝てなかったです。一発かまして治療を止めます。どうすればいいですか職員2000万円で借金なし、はありありです。 えっとですね。あの、多分彼女若いんだと思うんですけど、その一発かますが何かわからないですけど、あの、他の彼女を作ればっていうだけだと思うんですけど、えー、っと、まず、その、その27歳エンジニアで親が医者をしてるっていうところで負けたっていうふうに考えてるんだと思うんですけど、多分負けた理由そこじゃないんですよね。 <laughs> あの、まあ、あの、赤の他人で僕が言うのも何なん,なんですけど、あの、40過ぎて、その、なんかあの、なんか、一発かましてやろうとかって考えるようなやつと、やっぱずっと一緒にいたいってならないと思うんですよ。<laughs> あの、大人って余裕があることを期待されるんですけど、40過ぎといて、そのなんか振られたぐらいでなんか一発かもしてやろうみたいなことを思って、で、それをなんかビール飲んでるおっさんに相談してるっていう時点で、なんか、あ、こいつと付き合って結婚したらやべえなっていうのって多分わかると思うんですよね。なので、あの、原因はそのエンジニアがどうこうとか親が医者をしてるではなく、あなた自身の性格の問題だと思います。 別に給料どうでもよくて、貯金2000万ある人って、じゃあ、給料40万あります。でも、貯金200万円もありませんっていう人って、世の中いっぱいいるんですよ。 だから、給料が高いかどうかではなくて、貯金2000万円できてるし、で、別にあの、借金ないし、家もあるしっていうのであれば、普通にまともな生活してる人ですよねって話なんですよね。なので、まともな生活をしてるまともな人っていけばいいのに、なぜかその、一発かましてやろうみたいな方向性になるから、あの、こいつまともじゃねえなって思われてるので、たぶあの、普通に出会い系サイトとかで、あの、貯金2000万ありますって言うと、女の人釣れると思うので、それで釣ってください。 えー、彼氏に暴力を振るう可逆的な性格は治りません。彼氏はド M なのか受け入れてくれています。でもそれが悪化しそうで怖いです。何かの精神疾患でしょうかえっと、何かの精神疾患なんですけど、だから彼氏が問題ないんだったら別にいいんじゃないですかあの、まあ、大体の人って何らかしらの疾患を抱えてるんですけど、あの、特に社会的に問題がなかったら、その疾患を抱えたまま死んでいくので、で、今の彼氏さんが別にそれくらい耐えられるっていうのであれば、 あの、いい彼氏だと思うので、あの、仲良く夫婦添いとけて死ねばいいんじゃないですか <coughs> 死ねばいいって、あの、自殺しろって話じゃなくて、別に老後までそのまま生き続ければいいんじゃないですかはい。えー、2年前のヒルきさんの録画放送を拝聴しました。その方は日本酒は飲まれていてかなり酔っていたのだと思いますが驚くほど入っていそうなで、現在のヒルきさんと比較するとドイツ人物とは思えないようでした。えー、当時は視聴者に対してアメ口で語られていても印象的です。メダイエルの質がへそれまで以上に影響力が大きくなったことで、現在の続いた配信で変化していたんですが えっと、多分、ニコニコ動画でやってたやつだと思うんですけど、あの、ニコニコ動画でやってた時は、割と僕はそのニコニコ動画の運営者という状況ではあったんですけど、ある種のその、生主が仲間だと思ってたんですよね。あの、ま、ニコニコ動画ってやてたんですけど、僕給料ゼロだったんですけど。 なので、その、あの、生配信をするというので、お互いに儲からないけど面白いからやってるよねっていう、その、あの、勝手な仲間意識を感じたんですよ。いはその、あの、バスケ部同士で、全然違うバスケ部だったとしても、なんか同じバスケをやってる仲間でやる的な。で、なので、あの、生主に関しては僕は割とタメ口を聞いたんですけど、<laughs> ただ、あの、現在僕はその YouTube という、あの、全然関係ないアメリカの企業がやってるところで、 あの、配信をしていますっていう状態で。で、その、見てる人も別に配信者でもないし、別にその、なんかじゃあニコニコというサービスをよくしようというのも、僕、その YouTube をよくしようもないし。で、多分あの、その、ニコニコをやってる時はやってくれてる人が、ニコニコがお金にならんのにやってくれるし、よくしようと思ってやってくれると。で、僕もお金にならないけど、ニコニコをよくしようと思ってやってるっていうのがあったんで、共通の目的のもとにやってる仲間意識あったんですけど、 別になんか、YouTube がどうなるか僕知ったことじゃないので、なので別になんか、YouTube がうまくいくために一緒に頑張ってる仲間的な感覚は特にないんですよね。YouTube 側が別に僕にもそれを求めてないし、YouTube 側が別にユーザーにもそれを求めてないじゃないですか。YouTube を良くしようとしてる仲間ですよねっていう感覚がないので、 で、ニコニコの時代は、その、割とその、ユーザー側も、そのニコニコをどうやったらあ、うまくいくかっていうので、なんかその、あの、野尻さんとかが、じゃあニコニコってこうした方がいいよみたいなこと、ユーザーが、ユーザー主導で割とそのプレイヤーの会員だった方がいいよみたいな動きがあったりとかあったので、なのでその、ユーザー見てる人だったら、配信者だったり、まあ運営の僕も含めて、割と仲間意識っていうのがあったので、なので多分自然にタめ口になってたんですよね。でもう別に、あの、今はその、あの、外人がやってるサービスを勝手に使ってるだけで、 あの、配信家の僕としては。で、見てる人も別にあの、なんか YouTube 大好き、YouTube 仲良く、あの、良くしたいっていうのは特になくて、便利だから使ってるっていう状態だと思うので、なので別にそこになんか仲間意識が生まれないというのが多分、結果としてこうなったってことなのかなと今、あの、質問されて説明してもらいました。あとあの、日本酒ってあの、アルコール度数が高いって多そっち側の原因もあるのめんなさいます。 34歳独身です。現在 EC モールで営業として3年後いており、トップ成績を残しており、容姿から評価されています。年収900万、3000万ほど貯金がたまったので、来年フリーランスとして理想は自分うな時間を得ながら海外で生活したいと考えておりまして、まず現取引先を専属のコンサルタント業務としてスタートしようと思うんですが、私、はもちゃんでしょうか。過去先方了承済み、予測売り上げ月に100万前後。ヒリュク様の未来の現実を辛くしお願いいたします。 えっと、取引先だけじゃなくて、EC モールとも契約しちゃって、EC モールの営業もやりますよんで、リモートでやりますって言って、で、今多分あの、うんと、月に80万とかもらってるんだと思うんですけど、あの、50万で個人事業の人と契約しませんかっていうので、月50万 EC モールからもらいながら、今の取引先とも200万もらって、月に250万円の売り上げがあるっていう状態でスタートして、結果として海外に住んでるっていうのに持ってっちゃってください。 要は、あの、海外に住むからこうしてくださいっていうと、なんか、あの、打ち合わせできなそうだからなんかめんどくせえってなっちゃうので、あの、家でリモートで働きます。なので契約してくだって言って、契約書を作った段階で、その、日本国内にいることって普通書かれないんですよ。なので、あの、契約書を作った後にさらっと海外に行って、リモートで普通に仕事すればいいんじゃないかなと思います。はい。 別件で質問です。母が3日間連続件、数件知らない人から郵便物が届いています。メリカル経由です。ですが、母は未登録。メリカルは先払いシステムらしいので、どういった詐欺なのか、費用って量が増えてくるので怖いです。どうしたらいいですかえっと、あの、中国から種が届くっていうので、あの、アメリカでも話題になったことがあるんですよね。その、頼んでもいない植物の種が届いていて、あれは何なんだっていうので、あの、アメリカで結構話題になって、で、それが、その中、あの、要は、 植えてしまうと、何かそのすごい特殊な植物が増えてしまって、大変なことになる生物兵器なんじゃないかみたいなのがあって、結局はそのニュースでは結論が出なかったんですけど、で、あの多分ね、結論は、あの、まあ、メルカリ経由だったもんですが、アメリカの場合だとアマゾンだったんですけど、あの、評価を良くするためのものなんですよね。要はその、 あの、何かの宅配物が届いて何事もなかった場合って、それで制約したってことになるので、制約件数10件でクレームがなかった場合、あの、要はクレームがなく10件制約したっていうアカウントが作れるんですよ。で、その10件制約したというアカウントがあると、他のものを売りやすくなるっていうのがあるので、アカウントを育てるために利用されてるっていうだけだと思うので、実害はほぼないと思います。 あの、このタイプのそのいろんなもの勝手に送られた系で実害があったって話じゃないので、で、逆にそのなんかいちいち反応しても時間の無駄なので、あの、いらないものとから捨てちゃってください。要は問い合わせするだけで時間の無駄なんで。 えー、ひろゆきさんこんばんは。いつも楽しく会見しております。ひろゆきさんは借金増収についてどう思われますかえー、また身内に借金増収がいる場合の対象がありますかできれば円を切る以外の方法があればいいのですが、借金者のようなことを直してほしいです。返済するためにお金を借りて最後にお荷にしねってことかと言ってきます。それで時の対象もできれば教えておきたいです。よろしくお願い申し上げます。えっと、近地三者の登録をすればいいんじゃないですかね。 えっと、あの、公正証書を作っちゃうっていう形になるかもしれないですけど、分かった。じゃあ、お金を貸しますと。で、あの、じゃあ、50万貸してくださいって言うんだったら、200万円を貸しますと。その代わり、金地産者の登録をしてくださいって言って、他の場所から一切お金を借りれないようにしてください。要は、あの、近地産者の登録をすると、あの、クレジットカードとかだったり、あの、金貸しからお金を借りることができなくなりますよ。で、仮に借りた場合、返す義務がなくなるんですよ。 いや、その、近地三者にお金を貸した方が悪いよねってなるので、で、あの、多分頭の悪い人なので、50万借りに来たら200万貸してくれる。え、マジでそれだったらサインするわっていうので、多分あの、交渉人の前でそういう、あの、サインとかして禁地三者になっちゃうと思うんで、という感じでもう、金を借りれない状態にしてください。で、その後多分、めちゃめちゃ怒ったり怒鳴ったりすると思うんですけど、ほっといてください。はい。 えー、ヒロさん、こんばんは。以前、ブラック企業勤めの件で相談したものです。物は、本部社員が出世し、離職者多発、役員は営業目標を満たすのプレッシャーから本心が響かります。結果的に闇残業を営業マンがいつも損をしています。今まで金融機関勤めでブラック企業でしか働いた経験しかありません。ホワイトな職者世の中にあるのでしょうか年収は1200万円欲しいです。いい会社があるのを教えてほしいです。<laughs> えっと、あの、あなたがご存知ないだけで、ホワイトな職業世の中いっぱいありますよ。はい。ただ、あの、 能力値がそんなにないのに年収1200万円欲しいっていうのを満たそうとすると違法なことをやってる会社になる確率が高いです。なので、まずホワイト企業で働いてホワイト企業の履歴書を作ってください。で、ホワイト企業の履歴書を作ってある程度実力があるとホワイト企業の収入の高い会社になるので、とりあえずなんか給料の高いとこ行きたいってなるとまあブラックになっちゃうので、ひとまずホワイト企業で働いてホワイト企業の履歴書を作ってるのやってください。で、ホワイト企業の履歴書がないとホワイト企業のいいあの給 ビを出すす会社に入るのが長高いです、はい、都市伝説や心霊系、医療法評論家の代表みたいな人がメディアに出て色々喋ってますが、自分の周りにはガチな人たちもちょこちょこいて、正直メディアに喋ってる人たちを見るとなんでこの人をキャスティングしたんだろうと疑問に思います。ガチな人はメディアに出ても喋れないことが多いの分かりますが、あれは単にキャスティングする人たちが無能なんでしょうかそれでも都市伝説なんで嘘だというメディア操作でしょうか えっと、単にそのガチな人の連絡先を知らないっていうだけだと思うので、あの、この人ガチですよっていう連絡先をそのメディアに送ってあげればいいんじゃないでしょうか。メディアの人って別にあの、なんか、日本人1億人どんな人がいるか把握してるわけじゃなくて、あの、自分たちの知り合いの中から、あの、そのなんか、有能そうな人を探すっていうだけなので、あの、もし有能な人を知ってるんだったら、紹介してあげるのが危機なんじゃないかなと思います。 23歳の編入大学中退総鬱持ちの元保育士、現運こ製造機です。毒用のもとで今実家暮らしをしてますが、と、子供の声がトラウマになり、保育士で働けなくなってしまいました。このままではろくな資格もないので、総鬱をリハビリしがってらパートにする何かお金になる仕事を取りたいと思っています。よくさんなどんな資格を取りますかちなみに、消防手当手金は、障害、出業権は半年内は無理で、生活保護も無しでお願いします。また文系でパソコンもあんまりできません。 と、まず、あの、相うつの状態になっているので、子供の声がトラウマになっているだけなので、相うつ病を治してください。で、相うつ病を治すと、あの、普通に保育士の資格を使って保育士で働けるので、あの、まずやるべきことは資格ではなく、相うつを治すことです。要は、あの、相うつを抱えながら何かの資格を持って働けるっていうのであれば、優秀な人であれば、その相うつ病を抱えながらも、あの、普通に給料もらって働けると思うんですけど、あの、残念ながらあなたそんなに有能な方ではないと思うんですよね。 大学中退もしてるので。なので、有能ではない人が、相うを抱えながら、一般の相うを持ってない人と同等に働けるっていうのはおこがましいので、さっさと病気治してください。 えー、菅元首相はコロナ対策の状況も含めて退陣に追い込まれた気がします。ただ退陣後に結果が出てきたのでタイミングが悪かっただけのような気もしますが、一方でイギリストボリスさんやドイツのメッケーさんはコロナを抑えきれてないのに続投状態です。これって元々の人法の違いなんでしょうかそれとも国民性や選挙システムの違いなんでしょうかひろきさんの考え外教えてください。えっと、菅首相が、あの、正しい政治をやろうとした結果の部分もあるんじゃないかなと僕は結構思ってるんですけど、 あの、その、まあ、この話何回かしてるんですけど、高齢者の窓口の医療費負担の割合を高くしたんですよね。あの、もともと後期高齢者だと、あの、10%しか働らな、働らなくていいよってなったんですけど、いやいや、金持ちだったら20%払うべきでしょっていうので、金持ちの後期高齢者に関しての窓口の医療負担を10%上げたんですよ。で、長期的には僕はそれは正しいと思うんですけど、 でも結果として、あの、金持ちの高齢者を敵に回したんですよね。で、あの、まあ、その年金世代の高齢者が多いので、いやいや、そんなことしたら俺らは高齢者から気に入られなくなっちゃうじゃんっていうのと、あと二階さんっていう、あの、割とその、あの、自民党の中で、 あの、自民党員を2020年の間に一番多く増やしたっていう力のある人を幹事長を首にしたっていうのがあって、で、あの、こいつマジ潰すって、あの、二階さんに思われて、あの、結果として総裁選に、あの、誰も、こう、あの、菅首相を応援することがなかったっていうことになったので、ね、なので、コロナがどうこうというより、自民党内の争いに負けたっていうのは、その、菅首相がなぜ退陣することになったかというと、あの、自民党の総裁選で負けたからなんですよ。なので、あの、 コロナがどうこうって世論の問題はあるんですけど、ただじゃあ誰が決めたのかっていうと、自民党員と自民党の政治家が菅首相を続投させないって決めたんですよ。なので原因は自民党の人たちが知ってます。はい。要はあなた方が投票したからこの結果ですよねってなので。で、自民党の政治家って誰が誰に投票したかって調べればわかるので、 なので、あの、菅首相に投票しなかったっていう、要は菅首相がやったことっていうのを引き継がない形の総理を選んだっていうのが、あの、自民党の、あの国、えー、と国会議員の仕しと自民党の党員の、あの、投票の結果なので。なので、あの、コロナがどうこうっていうのはあんまり関係ないんじゃないかなと思います。 えー、なんで英語は一人称が愛しかないの日本語は私、うち、僕、俺、オイラなど一人称が多いんですか一つで良くないんですかひろきさんわかりました。え、ええー、また今中学3年生なんで1月の受験までにすげえ点数上がる勉強教えてください。今340点なので7 0点に近づけるようにしたいです。えっ、ー、と、キリスト教だからっていうことになっちゃうんじゃないですかね。<laughs> あの、まあ、その、言語というのがどうやって普及するかっていうので、あの、 割とその一人称が、ラテン語系って少ないんですよね。で、あの、ラテン語系のそのヨーロッパとかって、あの、まあ、あの、キリスト教の文化を割と続いているので、その、あの、イエスっていう、あの、ハイっていう意味のイエスも、あの、イエキスキリストのイエスっていうのと同じだったりとかで、なんでその、あの、結局その、あの、あの、えっと、愛っていうのがもともとその神を意味するだったりとかもあるので、 なので、そこら辺のその、あの、宗教的なところからもあるので、だからそうじゃない形で言語が作られた国と、そのヨーロッパの、そのなんか、あの、元々そのキリスト教だったりっていう一神教のところから生まれた国で言語体系が変わるよねっていうのが、えっと、便利だからで行くと多分単語一個の方が便利なんですよね。 いや、例えばその、私、うち、僕、多いだって思えるより、愛だけで覚えた方が楽じゃないですか。あの、フランス語の J だったりとか、あと、ロシアとえ、あの、R を逆にした F、あの、y や,やだったかなとかっていうので、でも大体1文字なんですよね。で、まあ、中国だと思うか。まあい,いや。っていうのがあったりして、なので、あの、そうじゃない形で一人称が大量にあるっていう、多分日本。 英語の方が特殊なんじゃないかなと思うんですけど、これはあのなんか言語系の詳しい人に聞いてもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい。えっとそのアイママインはえっとその愛の変化形なんですよ。の <laughs> ねあのそのなオイラがオイラのとかオイラがとかあオイラにってつくようにあの変化形があるというだけでそのあの英語で愛がそのあのミーだったりマインだったり変わるっていうだけの話です。まあチンとかありますよね。はい。 えー、徳島県の病院でランサムウェアによる影響で電子カルテが使えなくなりましたが、これらを防ぐ取り締まるのは不可能でしょうかえっと、あの、よくわかんない、あの、添付されたエグゼファイルをダブルクリックしないとか、そもそもダブルクリック不能にするとか、あと Windows じゃなくするっていうので、全然できると思いますよ。はい。なので、あの、職員が無能な場合は、セキュリティ側で何とかするべきって話だと思いますけど。 えー、ジョ,ジョ企業社長の不倫のスキャンダル記事が出る前に、その会社の株を売り抜けたらインサイダーになりますかえっ、ー、と、その情報をどれぐらいの段階で知ったのかっていうので、その、その情報を全く知らなかったというのを言い張れるのであれば、有罪にはならないかもしれません。ただ、あの、基本的にはその会社に所属してるとか、その会社に勤めてる家族がいるとかだと、あの、バレて捕まったりしますね。 あの、知り合いの会社で、その、なんか、まあ、頭が悪かったんだと思うんですけど、あの、インサイダー情報で、その社員5人ぐらい取引して、5人とも捕まったんですよね。まあ、捕まったというか、あの、その,あの、証券取引所に、あの、バレて、あの、まあ、逮捕はされてないけど、なんか、罰金かなんかあったのかなあ、ライブとはじゃないですよ。全然違う会社で。あの、大きなニュースになってないんですけど。なんで、その、証券取引委員会って、割とその、 上場企業の株価が動くときに、あの、そこの所属してる企業の社員かどうかっていうのは、ちゃんとデータ持ってるっぽいんですよね。なので、上場企業に所属してるスタッフの人が株の売買をすると、あの、何かのその、情報が出る前に売買して、ほら、下がったでしょ、ほら、上がったでしょってなると、あの、早速、こう、証券取引委員会登場ってなるので、あの、上場企業に関わる人は、あの、悪いことしない方がいいですよ。はい。 え、小学2年生の一人息子がいます。1歳から英語のプリスクールに毎日通い、英語を学ばせてきて、小学生になっても続けています。英語、英検の準2級は3回目の受験で合格しましたが、2級は3回目の受験でも不合格になりそうです。頭が悪いのかなと心配になりもっとちゃんと勉強しなさいと叱りつけてしまいます。もっと愚かに考えたようですが、いつも息子に厳しくしてしまいます。えっと、山口さんがご自身で受けて、2級に受かってから言った方がいいですよ。あの、その、 まあどういうプリスクールかわかんないんですけど、その英語スクールでやるものと、実際その試験で出る問題って結構違ったりするんですよね。僕は英検受けたことないんですけど、あの、その、 例えばじゃあ、えっ、ー、と、トフルとトーイックとか受けたことあるんですけど、その、読解文とか出たりするんですよ。で、多分その、小学校向けの英語スクールだと、その、会話がメインで、別にその、あの、文章をきちんと書くとか、じゃあその三単元の S が作くと単語、あの、動詞はどれでしょうとか、その、あの、あの、なんかあの,その,あの、その、あの、なんか特殊なあのハ、ハブとかの場合って、あの、特殊な、なんてうんだっけ、あの、その不規則動詞 とかを暗記しななきゃいけないけみたいなのが多分その英検二級とかだと必要になるんですけど、でも別に会話をする上でそこら辺の不規則同士とかって覚える必要全くないんですよね。なのでそのやってるスクールの内容と、 その試験で出てくる内容が全然違った場合って、多分何回も受けても受かんないんですよ。だって違うんだもん内容が。っていうのがあるので、そのスクールの内容とテストの内容がちゃんと分かった上で、で、ここが勉強すべきだけど、これはちゃんと教えてもらってるのにやってないんだよね。であれば、ちゃんと頑張りましょうなんですけど、そもそもらを教えてないよねっていうのが出たとしたら、それに頑張りましょうっていうのは、それはちょっと酷だと思うんですよ。 なので、そこら辺のそのなんか、あの、ちゃんと英検の問題とそこの、が、そのスクールで学んでることが、その、合致してるのかどうかっていうのを確認した方がいいんじゃないかなと思います。うん。あとでも、ま、小学生で順位級受,受かるんだったら何の問題もないので、下手にそのなんか、あの、叱ったりして、その、なんか嫌なものだって思わせない方がいいと思うんですよね。その、僕英語得意なんだって思わせて、調子に乗らしといた方がいいと思うんですよね。 下手にその資格試験とか受けさせて、なんか他の子なんか子供は受かってるのになんか自分は受かんないんだみたいになっちゃうと、あ、自分向いてないかもってなっちゃうんですけど、その小学生の段階で英検12級って超優秀なんで、多分中学とか行っても英語得意なキャラで全然いけるんですよ。 もちろんその、小学生のうちに、そんな、2級受かりましたって子はいると思うんですけど、そういえば、天才肌を置いといて、基本的にはその、自信を持って自分これ得意なんだって思わかして、で、その自分が得意だから、じゃあ勉強もやるし、テストもガンガン受けますってなると、結構その、英語得意ってまま、いい大学に入れちゃったりするので、なのでその、プライドをうまく利用した方がいいんじゃないかなと思いますけども。えー、以前、例を移す挑戦をしていると質問したものです。ひろきさん、心霊考察チャンネルを見ていただけませんか いやーなんか結局その、あのー、なんかそれ系のやつをちょこちょこ YouTube で見たんですけど、やっぱりなんかあの、本物感ないんですよね。なので僕がもしやるんだとしたら、あの、ま、僕がやってるっていうのを完全に隠して、あのー、動画加工して、例が出たっていう動画を作っちゃいますね。 で、その中あの、でっち上げた心霊者っぽい人みたいなのをなんか演技させて、これは確かに本物だとか言わせたりすると、多分すげえ再生数もあると思うんですよね。なのであの、金稼ぎのために心霊物やってるのであれば、もうさっさとでっち上げちゃった方が早い,いんじゃないかなと思います。 音楽チャンネルの運営で月収30万ある高1です。難、え、関、ー、大学受験に向けて勉強に励んでいるのですが、学校から帰宅して勉強すると1日が終わり、趣味や新しいビジネスの構想の分に時間が回, <laughs> 回さなくていいんじゃないですか <laughs>、えー 学校の偏差値もそこまで高くなく、授業の進みが遅いこと、あまり楽しくないことで行く意味も感じられません。えー、なので中退して購入を取って大学に行こうと思ってるんですが、そうすると同世代との交友関係が垂れてしまい、孤独に耐えらんそうです。こう数日間悩んでいます。アドバイスをください。えっと、よくわかんないんだけど、その、別にだ、学校の勉強が簡単だったら、帰宅して勉強なんかしなくても授業についていくんじゃないの で、まあ、その学校の授業自体がその完全に時間の無駄だと思うのであれば、あの、その時間寝てればいいんじゃないですかね。僕、その高校の間ほとんど寝てたんですよね。なので寝てるのが当たり前っていうキャラだったんで、多分高校で、あの、一日中一度も寝なかった日って僕多分ないんですよね。 なので、基本的にはその、あの、夜中まで、そのなんかゲームとかテレビとか僕見てたんで、で、まあ、あの、朝遅刻して、ここ行って、で、授業中ずっと寝てるみたいなで、給食の時間だったら起きて、給食じゃないか、昼飯の時間だったら、なんか、あの、起きて、こう、友達と昼飯食って、で、まあ、昼飯食った後だから、あの、昼休みの、の昼休みの後の授業はまた寝てるみたいな、そんな感じの生活をしてたんで、なので、学校は寝る場所と思って、行くと、あの、公認試験受けなくても高卒になれるのであ、あ、あの、高卒、高校卒業できるので。 なので、寝に行けばいいんじゃないですかね。えー、ギーちゃん誕生日おめでとうって言ってください。誕生日おめでとうございます。エンジニアとして就職する前に取っておいた方がいいエンジニアの資格があれば教えてください。また未経験でエンジニアに就職するなら最初は SES とかどういう系の仕事をおすすめですかえっと、何でもいいので、あの、派遣の仕事という意味なので、とりあえず入っちゃってください。あの、未経験でエンジニアっていうのだと、多分、あの、入りたいちゃんとした企業に入るのはほぼ無理です。 DNA にに入入入りりたたいいいとかグリーンに入りたいって言っってても未経験でその取ってくださのはほぼ入れないんですよなので、まずその、どうでもいいような IT 系の会社っていうのに、ひとまずその派遣とかでも入っちゃって、で、そこの派遣で入りながら、その、一応その経験者っていう形になるので、で、そこの、あの、その会社の中である程度出世するなりして、で、あの、客観的に歴書として、そのなんか係長やってましたとか、チームリーダーやってましたっている状態になってから、本当に入りたい IT 企業とかに、 転職するといいんじゃないかなと思います。その、なんか、例えばじゃあ、オラクルマスターを取ってください。就職しやすいですよって言っても、取れないと思うんですよね。 えー、私は主人が経営している店で働いています。先日、旦那の不倫が発覚、家を出てホテル生活をしていた4年間ビジネスパートナーとして仲良くしていた会社の大社員が、会社員が心配して駆けつけてくれて話を聞いてくれましたが、その後私のことを襲ってきました。意味不明です。えー、旦那と話し合いをし、とりあえず仕事を切りましたが、その社員は職場でもちょっかい出してきます。何を考えるのか不明です。アドバイスをください。まあ、性欲に負けるタイプの人なので、 あの、関わらない方がいいと思うんですけど、旦那さんにもそれ言ったんですかえっと、旦那さんに多分それ伝えたら、旦那さんに切れてもらった方がいいと思いますよ。 えー、高卒で現在の職場に就職して20数年経ちました。自分は無能であると自覚しており、努力行動、自発性で頑張ってきた結果がありがたいことのように管理職まで昇格できました。えー、ですが、努力や行動で導いてきた結果と能力は違い、現在、周りの管理職と比べて能力の劣りを感じ苦しいです。えー、降格をさせてもらう以外で何か言われてますかられもお願いします。えっと、あの、周りの上司とか同僚から、その劣ってるって言われてないのであれば別に気にしなくていいと思いますけどね。 結局あの実害がない限りは別に自分から動く必要ないってこんですよね。 えー、パパ活相手の男性がストーカーし、先日暴行事件にまで発展しました。えー、現在時代交渉、時短交渉されている状態です。相手から多くお金をもらっており、隠しておけないと判断し、親にも全てを話しました。看護学校を退学して、地元のクソ田舎に戻ることになりました。奨学金も一括返させなければなりません。自分がしてきたことを後悔しても仕きれず、今後の人生や金銭面について話しかありません。今後、私は今後まともに来てくるでしょうか。えっと、なんで看護学校を退学したのか全くわかんないんですよね。 えっと、もしその手続き上戻れるのであれば、さっさと戻っちゃった方がいいと思いますけどね。で、パパ活をしてたのであれば、多分貯金があると思うので、あの、普通に一人暮らしした方がいいと思いますよ。で、専門学校行ってるんだとすると、また、あ、も19か20歳とかで、まあ、あと1年くらいしたら、あの、大人なので、なので、その、 あの、多分その、と、その都会に出してそういう状態になっちゃったので、やっぱり自分手元に置かなきゃいけないっていう形で多分実家に戻すっていうことになったんだと思うんですけど、その方だと多分あの、独立できないままずっと親元に居続けるっていう人生になると思うんですよね。 で、そのパパ活をするぐらいあのモラルがちょっと微妙な状態でお金をいっぱい使っていろんなことをしたいという好奇心が強い人なのであれば多分田舎でずっと生活し続けるっていうの耐えられないと思うので、なので早めに出てく手段を得た方がいいんじゃないかなと思いますけど。 はじめまして、31歳男です。現在、携帯キャリアで勤めており、今の会社にも高卒で入社してずっと続けておりますが、年収は350万ほど。嫁にこれだけ同じ会社で働いていて、年収引き継いと毎日のようにおります。手帳を考えておりますが、経理関連の仕事がやりたいと思って、税理士を目指そうと思うんですが、今の年齢からでも目指すべきか自信がなくて決めかねてます。ごい意見いただけたいと思います、あ。目指して勉強して、テストを受けてみればいいんじゃないですかで、ある程度手数取れるんだったら、もうちょっと頑張れば受かるよねとかってわかるので、 なので、やるだけやってみるっていうので、全然いいんじゃないかなと思うんですけど。まあ、31歳なので。別にあの、その、税理士の試験を受かるかどうかと年齢は全く関係ないので、あの、やる気になって2、3年頑張ればなんとかなるんじゃないですか。 20代後半大卒社会人バックオフィス業務後マーケティング業務に携わり、現在はデータ利活用のソリューション提供の業務、過去自分でできる開発や難しければ専門部隊への味わった仕をしています。次のキャリアとして1、データサイエンティストエンジニア、過去高度なデータ分析のソリューション開発、2、データプラットフォームエンジニア、過去データ利活用のためのプラットフォーム作成、3マネジメントのいずれかを考えています。アドバイスをお願いします。えっと、あのもう転職先が何の仕事をするかで決めればいいと思いますよ。 あの、多分すごく頭でっかしな方だと思うんですけど、あの、その、なんだろうな、そのデータプラットフォームの利活用をしたいですって言っても、まあ、そのデータプラットフォームをやってる会社に入ったとしても、別にそういう業務に当てはめられるかどうかわかんないんですよね。 なので、あの、その独立して何かやりますっていうのであれば別なんですけど、で、この書き方をしてる時点で、多分なんか流行りのものになんか今のところ言っといた方がきっといいんじゃないかなみたいな話で多分あるんだと思うんですけど、あの、そもそも論そのスキルをちゃんと育てるっていうのをきちんとやってないので、なので、 あの、なんか流行りのものに行きたいのであれば、ちゃんと手に職をうつけた方がいいんじゃないかなと思いますけど。なのでその、まあデータサイエンティストでも何でもいいんですけど、そういうのやってる会社に入って、ちゃんとその同僚と一緒に働いて、それなりのスキルがあって認められるっていうのをまず目指せばいいんじゃないかなと思います。えー、まだ世に出てないタイプのヘアアイロンを思いついたので作ってみたいのですが、私は無能な一般人なので、製品化や販売は一人ではできなさそうです。どうしたらいいですか えっと、理系の知り合いが一人で、本当にその、あの、ま、物理的に実現可能な、そのヘアアイロンなのかどうかをまず、あの、確認してみてください。 例えば、ヘアアイロンなんだけど、熱くないみたいな、その、あの、その、20度なんだけど、ヘアアイロンとして機能するんですみたいな、ほら、すごいでしょ画期的でしょみたいなこと言われても、うん、それ不可能っていうのが、要は、あの、要は、髪の毛をどうその、あの、ヘアアイロンで固めるかっていうのは、あの、熱で、あの、温度を、その、与えることで、その髪の毛の,そのキューティクルが開いて、で、また冷やすことで閉じるみたいな、その、あの、物理現象なんですよ。 なので、その、これできるかもって思っても、うん、それ不可能って言われたりする可能性あるのと、あと今、あの、コメントなんですけど、コードレスドライヤー作ってとかあるんですけど、そのコードレスで、あの、すごい電、あの、風を出すみたいなのも、あの、そうすると、あの、 多くの電流を流すためには多くの充電をしなきゃいけなくて、で、そうすると電池もかなりの重要になるので、めちゃめちゃ重くなるんですよ。なので、そんな重いものをコードレスで持ち歩くのも不便だよねとか、っていうのもあったりするので、物理的にそれ難しいよねっていう話だと、 そもそも作ってもしょうがないし、作れないって話なので、で、それを乗り越えてるのであれば、じゃあ、ちゃんと設計して中国とかに頼んで、じゃあ、作品作ってもらうっていうのになればいいんですけど、ちょっとその前の段階なんじゃないかなという気がするので、理系の知り合いがいたら相談してみてください。 えー、40歳女独身、仕事 IT 系でサービス業です。体調不良の上司の代わりに私は、いつでも職業しでも上司を冴えてきました。その上司が休職したため、代わりに元上司が戻ってきました。その人は私に指導するときしか話しかけてきません。その人も私は職場に必要ないから移動してくれと言いました。もう頑張る気力が湧きません。転職を考えましたこのご時世、正社員での転職は難しいでしょうかそれとも移動して今の会社に続けた方がいいでしょうかえ、でも嫌な上司の元から移動できるんだったら、移動した方が全然幸せじゃないですかで、移動した後に転職活動して、 で、あま、いい会社がいれば転職すればいいし、あの、いい会社が見つからないんだったら転職しなければいいので、まずは移動してみないんじゃないですか。要はその、あの、まあ、その、あの、自分が結構頑張ってましたっていうのが、その評価してくれない上司っていうのは世の中にいっぱいいるんですよ。要はその、あの人間って、その、他人がどれぐらい頑張ったかどうかっていうのをちゃんと把握できる人と把握できない人がいるんですよ。で、基本的に僕は把握できない人なんで、 あの、一生懸命頑張ってる人がいたとしてう、僕分からないんですよ。なので、あの、僕みたいな人が上司だとすると、多分さっさと転職した方が良いと思います。 なので、あの、その、あ、この人相性悪いな、この人理解できないんだっていうのであれば、さっさと転職した方がいいんですけど、ただ今回の場合は、その移動が可能であると。なので、正社員として移動できるんだったら、全然お得じゃないですか。いや、転職した場合、正社員じゃない場合もあるし、行ってみたら、その、なんか、全然ひどい会社だったみたいな場合もあるので、なので、あの、見知った会社で移動できるのであれば、さっさと移動しちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど。で、あの、なんか、酔っ払いそうなので、あの、先にタイトル回収しますけど、 あの、えー、権利と恩の違いが分からない人たちっていうのをタイトルにしたんですけど、あの、ツイッターかなんかで見たんですけど、あの、戦略ゲームをやってる人がいたんですよね。日本人の人で。で、その、 あの、ま、どんなゲームかっていうと、そのなんか資源を抑えて、で、その資源を取って、で、兵隊を作って、で、そのお互いに戦争し合うっていう。で、あの、こちら側の同盟に所属している日本人の人がここにいて、で、こっち側には、あの、敵の同盟があって、そこのにまた、あの、外国人の人がいて、で、ちょうどこう前線だったんですよね。で、その前線のところで、なんか間に取りたい資源が2個ありますと。 で、そういう時に、その相手のそのあの、隣のね、あの外国人の人から、そこの資源2個欲しいって言われたんですよ。で、日本人の人が、その、まあまあ、じゃあ欲しいんだったらいいよ、譲ってやるよっていうので、譲ってあげたんですよ。で、その後時間が経って、その後、やっぱりお前、どいてくれよ、その町って言われたんですよ。 で、その、日本人としては、いやいや、そこの資源2個譲ってあげたのに、毒とかなくねみたいな。で、ここはもう譲れないから戦争しようぜみたいな話になったっていうので、で、その、いう話になったっていうのを、その、自分の同盟の中でしてたら、あの、そもそも最初に2個譲るお前が悪くねっていうのが、この同盟の中の外国人にも言われるっていうので、考え方違うんだなっていう話になったっていうのなんですけど、 あの、割とその日本の人が考えがちなんですけど、あの、要は、一個ずつだったらまだわかるんですけど、じゃあこれを譲ったから、譲った恩を渡した。だから、その恩に対して、いつか報いてくれるだろうっていう、そういう考え方を割と日本人の人ってしがちなんですよね。で、日本の中では、それであの、考え方がま、同じようなことを考えてるので、そのなんか、お歳暮みたいな渡したら帰ってくるみたいな、年賀状な送ったら帰ってくるみたいな、なのでその、 そのなんか恩を与えたら、じゃあそれに対して見返りが来るっていうのが当然だよねっていう風なのが、その島国として成立してるんですよ。でも、あの、他の国ってあまりそういうその思想考え方じゃない国が多いんですよね。あの、まあ、椅子取りゲームっていうゲームがあって、で、じゃあ10人いたとしたら9個椅子がありますって言って、で、その1人だけはれて、あの、あぶ,あぶれて椅子座れなくて、じゃあその人落ちて、また椅子1つ減らしてってあるゲームがあるじゃないですか。 で、あの椅子取りゲームって、島国の場合って、人が増えないっていう前提で成立してるんですよね。人が増えないから、じゃあ椅子が9個だったら、じゃあそれで何とかしようねと。で、日本人的に解決しようとすると、じゃあ椅子が1個足りないんだったら半分ずつ座ればいいよね、みたいな形で解決しようとしちゃうんですけど、あの、大陸、まあ、例えばそのヨーロッパ、ユーラシア大陸って、あの、どっからともなく人が湧いてくるんですよ。 その、あの、島国じゃないので、あの、島国って海を渡って人が来るのがなかなか難しいんですけど、その、例えばじゃあシリアでじゃあ何か戦争がありましたっていうと、シリアの人たち100万人とかがヨーロッパに来ちゃうんですよ。で、そうするとじゃあ取りゲームだと思ってたら、そのなんか人間の方が倍に増えたりするんですよね。なので、そのじゃあ親切に椅子を渡したとしたら、その椅子は取られて終わりでもう帰ってくることはないっていうのが結構現実的な話なんですよ。 その、返したいと思っても、そのもう、あの、ま、お金だったりじゃ、そのなんか資源だったりっていうのが、もうそもそも限界あるよねっていうのだと、ま、せっかくもらったけど返すほどの余裕はありません。だから返せませんが、当たり前なんですよね。んっていう感覚が割と大陸というか、ま、その、ま、アメリカの人もそう考えるし、割とその島国じゃない人は割とそう考えるんですよ。で、あの、ま、ちょっと偏見も入りますけど、 例えば、あの、道端にゴミが落ちてるときに、あの、そのゴミを拾って捨てる人って日本人には結構多いんですよね。別に自分が落としたゴミじゃなかったとしても、なんかゴミが落ちてたらそれ拾ってゴミ箱に入れた方がいいじゃん。そうすると綺麗になるじゃん。 っていうのが当たり前な感覚の人が割と多いんですけど、要はその自分の生活しているテリトリーが良くなることは自分にとって良いよねっていうふうに考えるんですけど、割とそのアメリカの人たちとか、それ俺の仕事じゃなくて他の人がやるべきことだよねっていうのが割とかっちり離れてるんですよ。要はその、 ゴミ掃除の人でもゴミが少ない方が掃除が楽になるじゃないかっていうふうなのが考え方として日本はあるんですけど、割とそのまあフランスだったりアメリカだったりの人たちって、それはあの人たちのやることで俺のやることじゃないよねっていう、その、あの人たちっていうのは自分たちと違うっていうのが結構明確に考えてたりするんですよね。で、最近じゃあそのなんか日本があの、ウクライナの難民を受け入れようみたいなことを言って、結構その、なんかあの、白人で青い目の人だからみんなに助けようってなってるんですけど、 で、もともとじゃあ、その、ミャンマーの方でロヒンギャの難民の人たちだったりとか、シリアの難民の人たちだったりとか、で、まあ、あの、ヨーロッパだとアフリカの方の難民の人たちっていうのが、もう何十年とずっと発生してて、で、その人たちを受け入れないっていうのは日本をやってて、で、ヨーロッパは、まあ、そういう人たちも受け入れつつ、ウクライナの人も受け入れるよねっていうふうになってるので、で、その、難民って、ある種、その、まあ、言い方悪いんですけど、ほぼ無限に増えてくるんですよ。 その結局、じゃあ、世界中が平和だったらいいんですけど、必ずどこかで紛争があって、で必ず難民があるので、じゃあ難民ウェルカム、難民さん歓迎ですってやると、バンバン来ちゃうんですよね。で、さすがにもうこれ以上きついよね、難民増えるのはっていうので、そのフランスだったりとかがもう移民とか入れないようにしようぜとか言ったり、まハンガリーとかだったり、もう割とその、あの、ナショナリズムが強かったりっていうのがあったりするので、なので、そこらへんのなんかその、 あの、正義として難民は少なくなった方がいいよね、受け入れた方がいいよねっていうのと、世の中、それで綺麗事だけで回る話じゃないよねっていうのが、結構そのごっちゃにしちゃってる人が多いんですよね。で、今回のタイトル、あの、オンとその権利と、オンの違いはわからない人たちにしたんですけど、あの、えっ、ー、と、スペインのバルセロナでホテルをやってる日本人の人が YouTube でやってたんですけど、 その、あの、ホテル代が払えなくなった人がいるんですよね。で、あの、毎日、1日1万円ぐらいでホテル代を貸してたんですけど、で、じゃあ、あの、もう、お金払えないっていうことになって、で、じゃあ、ただ、1ヶ月後に、あの、お金が入ってくる可能性があるから、じゃあ、その時に、じゃあ、あの、まとめて払うよと。なので、1ヶ月後に払いますっていう契約書を書いたんですね。その、あの、イタリアの、まあ、イタリア系の外国人の人が、そ日本人宿なんですけど、 で、そこで、じゃあ1ヶ月後になったら、お金を払わなかったんですよ。で、まあその1ヶ月以上タダで住んでるから、いや、ふざけんなと。で、警察に行ったら、その警察が言ったことは、それはもう居住権持ってるよね、追い出せないよねっていう話なんですよ。要は最初は、かわいそうだから、 あの、オンとして、じゃあ、住んでいいよ、そこまでね。で、じゃあ、その、なんか、何日までお金が入るんだったら、それまで外で、なんか、じゃあ、野宿とかも大変だから、住んでいいよっていうので、親切をしたんですよ。でも、その瞬間から、住んだ場合に、居住権が発生するんですよ。で、居住権が発生して、で、さらに、その、あの、契約行為をしましたと。1ヶ月間は住んでいいよ。その後、1ヶ月後に家賃を払ってね、と。で、ただ、 家賃が払えないっていう、払おうと思ったけど払えないという民事上の状態で、その、お金を払わないでホテルの部屋を不法占拠してるわけではないという法律になっちゃって、そこは住む権利っていうのが発生しちゃうんですよ。で、要はコメントで今、恩をあだで返すのってあの、恩を仇で返すのって書かれてるんですけど、かわいそうだから住んでいいよっていう恩だと思ってやってるんですけど、実はそれは恩ではなくて、権利が発生しちゃうんですよ。そこに住む権利っていうのが。 ではそのホテルに居住権なんか発生するかって方なんですけど、ホテルだろうと、普通の家だろうと、アパートだろうと、その部屋の持ち主の人が何月何日まで住んでいいですよ、いくらですよっていう契約をした時点で居住権が発生するんですよね。で、そこのお金を払うか払わないかは、そのあのお金を払う払わないっていう民事上の問題で、もう警察が立ち入る問題じゃないよねと。なので、日本人の人って割とその恩として人に対して物をやるんですけど、でもそれは、 あの返す必要もないんですよね、恩って。で、さらに恩としてあげたものが、国とかルールによっては、それは逆に権利になるんですよ。で、権利っていうのは返す必要がないんですよ。だって法律上認められてるものだから。なので、あ権利をくれたんだ。だから権利を最大限行使しますっていうのも、あの法律上正しいんですよね。 っていうのがあって、そのなんか、日本人って割とそこをなんか、恩とか権利をごっちゃにする人が多いので、じゃあその他の国の人がどういうふうにものを考えて、どういうふうにその動くかっていう時に、いやいや、日本人だったらこれないよね、みたいなのが、それ日本人の考え方が実は特殊で、その欧州とかアメリカとか契約社会とか法律の社会に行くと、その恩なんて別に法律上何の権利でもなくて、法律上に認められている権利の方が重要だよねっていう形になったりするんですよね。 っていうのがあったりするので、あの、外国のその中ニュースだったり事件だったり日本人的な感覚で理解するのはいかがなものかなと思うんですけど、はい、えー、権利でも金払わなきゃダメじゃねえ。あ、もちろん金を払わなきゃいけないんですけど、それは金を請求する権利が生まれるだけで、あの、その部屋を追い出す権利っていうのが生まれないんですよ。で、あの、そのバルセロナの日本人やの人が最終的にどうしたかっていうのが、 あの、居住権があるっていうのは、その人がその部屋に住んでる限り居住権があるんですけど、ただ、その人が住んでない場合は、居住権が発生しなくなるんですよね、当然。なので、その人たちが、あの、なんか二人、あの、カップルで住んでたらいいんですけど、カップルが出てったと同時に、 鍵を変えて、あもうその部屋に入れないようにして、荷物を全部ホテルの外に出して、で、追い出して、屈強なおっさん連れてきて、24時間その部屋に入れなくしたんですよ。 で、24時間その部屋にいなかった場合は、居住権が成立しないっていうスペインの法律らしいんですよね。うん、っていうので、そのなんか、あの、なんか、その、ほっぷり出された荷物を持ってしぶしぶいなくなるみたいなオチがつくんですけど、でもやっぱり法律に対しては法律でやんなきゃいけないんですけど、結局、あの、屈強なおっさんと鍵を買えるっていう、あの、なんか、その、暴力的な行為が必要になるっていうかなんか、スペインらしいなと思いました。はい。 え本日、有力さんのおすすめの本、10秒銀鉄上下館をブックマンションで定価の25%で備品で購入できました。お,お悩みは別にないんですが、コメント読んでくれたら嬉しいです。あ、割といい本だし、あの、たまに読み返すと結構役に立ったりするので、あの、安く手に入ったんだったら家に置いておくといいんじゃないかなと思います。まあ、僕持ってないんですけど。 えー、26歳スキルなし高卒です、えー。現在病院で清掃のフリーターをしてます。お金を貯めて花火矯正と顎の手術をしたいと思ってます。無事終わったら就職を考えたいのですが、猟銃を作ってる会社に受けるか、包丁を作ってる会社に受けるかにもなってます。どちらに就職できたらプラスアルファみたいな感じで外国人と交流したいのですが、これは非効率でしょうか僕だったら間違いなく猟銃を作ってる会社に行きますね。なぜなら面白そうだから。まあ、結局その仕事って大体人って3年ぐらいで転職するんですよ。 で、3年転職した時に、包丁を作ってる会社にいましたっていう時に、へーどんなのって聞くのと、あの、俺、銃作ってたんですよって言うと、え、マジでっていうので、一生リアクション変わるんですよね。なので、あの、そんなに面白い経験ができるんだったら、あの、銃作る方がいいんじゃないかなと思います。 えー、2021年、東北の仙台から青森の、えー、と八戸までつながる高速の三陸沿岸道路が全線開通しました。大部分が通行料無料でネクスト管理ではないため、パーキングにトイレもなく、ハイウェイウォーカーもありません。えー、そこで休憩したい人がどこのインターを降りても近くの道の駅がガソリンサンドコンビネーク道順や営業時間がパッと見分かるサイトを作りました。えー、サイトは三陸沿岸道路のパーキングエリア、道の駅、ガソリンサンドまとめという名前ですが、サイトのメンテナンスを楽にする方法や求められるコンテンツがあれば教えてください。 まあひたすら人力で情報を増やしていくしかないので、なので、情報が間違ってた場合、ここであの教えてくださいっていうのをくっつけておいて、で、ここ営業時間変わりましたっていうのが、道の駅の方から多分連絡もらえると思うんですよね。そういうリンクとかあの連絡先を作っておくと。ガソリンスタンドとかでガソリンスタンド作りましたとか。なので、そこの地域で、要はそのビジネスとして回ってる人たちが直接そこに登録した方が、 あの、まあ、連絡した方が得だよねって思わせるように、連絡先をちゃんと公開して、あの、ちょこちょこ連絡を回るため直すみたいなやるといいんじゃないかなと思います。 26歳、運送業年収500万弱です。個人的に市場価値が高いと感じる IT 業界で仕事をしていきたいと考え、HTML、CSS から始め、Python の学習を始めて今日分かってきた点なんですが、最近 NFT 関連の記事などの海外記事を読むときに英語ができないことが増えたと思い、語学留学をしたくなり、英語の勉強ばっかりに集中してしまってます。このまま英語を優先して留学してもいいと思われますかはい、留学先でプログラム勉強一緒にやればいいと思うので、さっさと留学しちゃってください。 ヒロキさん、こんばんは。ウクライナがモスクワに攻撃することはありうるでしょうか私の周りの反ワクチンの人たちはロシアは悪くない、すべてウクライナのフェイクだとみんな同じ意見です。トランプの時もそうです。なぜでしょうかバカだから。ヒロキさん、行きたい。えー、とまずあの、頭の悪い人って、頭の悪いところからスタートするので、そのメディアの多数派が言ってることは間違えているという前提で来るんですよね。 なので、その、じゃあ、トランプ大統領が選挙で負けましたよねっていうのをメディアの多数派が言っていました。でもメディアは嘘をつくから、じゃあ、これは嘘なんだ。で、トランプ大統領負けてないって言ってる。だから、じゃあ、トランプ大統領が正しい。で、そのコロナに関しても、そのワクチンっていうのが、じゃあ、あの、多くのメディアがワクチン打った方がいいですよ。人が助かりますよ、と。で、ただ、副反応、副作用がある人がたまにいますと。で、ただ、あの、ワクチン打った方がいいですよってメディアが言ってる。メディアが言ってるから嘘である。 で、副反の副作用の出てる人はいますと。ということは、これは副反の副作用はもっと大きいから、コロナ打つべきではないみたいな、そのメディアが言ってることが間違えているという前提で立ってるので、なのでそのトランプ支持派だったり、反ワクチンだったり、反ウクライナの人って共通してるんですよ。要はそのメディアが言ったことの反対を取るっていう、あのひたすら逆配りをし続けるだけの頭の悪い人たちっていうのがいて、なのでその、 トランプさんとウクライナとあのコロナって全く関係ないんですよ。ぶっちゃけあのコロナでいくとあのトランプ大統領ワクチン打ってるしあのワクチン打った方がいいよって言ってる人なんですよ。あの人はあのその要はあのメディア、反メディア側の人だから反ワクチン派だと思われがちなんですけど実はトランプ大統領ってコロナワクチン推進派なんですよ。<laughs> 実はっていうか普通にもうニュースで流れてるし本日も言ってるんですけどでもそのメディア逆張りの人たちってその,その要はトランプ大統領 その反メディアの人だから、コロナに関しても、その反コロナだって思い込みなくなっちゃって、なので、そのなんかトランプ大統領が反コロナだって勝手に思い込んで言ってる人結構いるんですよね。なので、あの、日本でも、あの、公安に捕まったあの、ヤマト Q って人たちが、トランプ支持派なんですけど、なぜかそのトランプ大統領がワクチンを打った方がいいよって言ってることは無視してて、あの、反ワクチンっていう謎の行為をしてるんですよ。 なので、基本的になぜそうなのかというと、あの、メディアっていうことだけで物事を判断しようとする頭の悪い人たちっていうことなんじゃないかなと思います。えー、キーチャイです。チュンタというチャンネル名で喉を鍛える動画を上げてます。以前 YouTube で流れる詐欺っぽい広告ここで3ヶ月ぐらい流れては詐欺じゃない可能性があると言ってましたが、えー、見事に2週間もせず同じ広告を見なくなるので、ほぼ詐欺と思います。ただ、内容を少し変えてグレードアップした広告が再び流れるので、逆にその際の詐欺が画配信に使えばいいと思うんですが、これはオタクが熱意を他に使え,使えないのと近い現象なのでしょうか えっと、あの、多分、騙されない人の方が世の中に多いんですけど、あの1、1%でも騙される人がいるっていうので、多分、その詐欺系のものっての、あの、ずっと売られ続けてるんですよね。今はもうないと思うんですけど、あの、昔の週刊少年ジャンプって、なんかあの、600万部とか売れてる頃に、その、表紙の裏側に、そのなんかあの背が伸びる、なんかあの、の、なんかあの、ぶら下がる棒とか売ってたんですよ。 なんかその、なんか鉄棒みたいなやつで、こうぶら下がると、なんかあの体が伸びて背が伸びるみたいな、まああの科学的根拠が全くないんですけど、まあでも、そういうなんかあの、そのなんか、いやいやそんなことありえねえだろうみたいな商品が割と普通に広告に載ってたんですよね。 今だとさすがになんかコンプライアンスがどうたらとかで多分その収益者も乗せないんだと思うんですけどまあ昔はああいうの乗ってたんですよで僕の周りであんなもの買ってるやつ一人もいなかったんですけどでも多分広告ずっと出し続けてたってことは多分なんか何人かは騙されてたんだと思うんですよねなのでなんかこんな詐欺みたいなの引っかかるわけねえだろって思うような広告っていうのもちゃんと何パーセントか引っかかる頭の悪い人っていうのが世の中にいるのでなんか成立してるんだろうなと思いますあい世の中よくできてますよね えー、こまこまは、クイズ大好き、高橋ガニから問題です。えー、3人の客が1000円ずつ出し合い、3000円の商品を買いました。そこで店長が店員に500円負けてやれといて店員が100円渡しましたが、えー、店員は500円では3人で分けられたと思い、200円くすねて客に300円渡しました。えー、結局、客は1人当たり900円、合計2700円で買くことができましたが、えー、これにで、店員のくすねた200円を足しても、合計は3000円でなく、2900円になっています。100円はどこに行けたのでしょうか。このタイプのやつで、なんか、 あの、100円を混ぜてっていうやつで同じ問題出た気がするんですよね。なので、あの、まあ、えっ、ー、と、その3000円の商品を買って、で、そのあの、えっ、ー、と、その店員さんが200円くすねて、で、こう300円出しましたっていうだけの話で、なんかあの、その、この書き方をすると、その客が1人当たり900円で買えましたよねっていうふうに見えるんですけど、 見えるね。あれこれなんだっけオチ忘れちゃった。<laughs> 前に僕この問題出したことどっかであった気がするんですけど、あの、オチのなんか、丁寧な説明の仕方を忘れてしまいました。えっ、ー、と、割引された300円とくすねた五百円、200円を足すと500円で、で、えー、と商品の値段は2500円だから、それを足すと2500円という、二千五百円と五百円で3000円ってことなんですけど、あれなんて説明したらスッキリするんだっけなんか、あの、スッキリする説明の仕方を忘れました。 えー、社会人3年目25歳です。現在手取りが30万ほどです。毎月の給料と祖父母からの小遣い合わせて貯金が約3500万円あります。毎年夏に祖母が100万円くれます。えー、もう少し増やしたいと思い、貯金全額をインデックスファンド、ブログで小遣い稼ぎなどやってます。人生をナメプしたいので何かを受けにいただけるら幸いです。ちなみに生活やネカに100万円、借金は0円です。えっ、ー、と、自分自身での貯金がどれぐらいなんだろう 多分、毎月の給料とで、はあ、で、えっと、生活費が200万であれば、多分、年間に200万円の収入があれば、多分、もうゴールだと思うので、で、利回りがどれくらいかによるんですけど、うまく回すと2%ぐらい利回りがついたりするので、で、そうすると、あの、1億円ぐらいあると、200万円ぐらいつくので、そうすると、まあ、あの、1億円ぐらい貯めるといいんじゃないかなと思うので、もうちょっと頑張るといいんじゃないかなと思います。はい。 ま、あただ、あの、それだけおばあちゃんお金持ちだとおばあちゃん亡くなった時にイサンってもらえる可能性があるので、なので一億円貯めなくてもなんとかなるかもしれないですけどね。え、前々回にスパッチャしたヒルキさんのおかげで彼と仲良くなってお付き合い始めたものです。え、最近の彼との話題、ひヒルキカいひヒルきざるの飲み草を食べてみたいと言ってたよ、ひルキマモモもモモモなんだね、などと話の半分はヒルキさんはです。え、二人でヒルキさんの話をしたらキリ抜きを見ている時間がとても幸せです。これから生放送屋さん頑張ってください。楽しみにしています、ポン。オチがわからない。なんか、ちょっと頭のおかしい人が夜中にいるんでしょうね、はい。 たくやんさんやーっていう謎のコメントで。えー、多分ご存知だと思いますが、手の薬指と人差し指の長さの差で、生まれつきのテストステロンの値がわかるそうです。薬指が長く、人差し指が短いほどテストステロン優いです。ひろふさんご自分で性欲を読むとおっしゃってますが、一方で論理的思考が高いので、長さの比がほぼ等しいバランスが立つよします。できればカメラに向けて両性を見せて、どちらの指が長いか教えてください。確かになんか、 言われると中指と薬指の長さ同じ気がするんですけど、あの、一般的な人って、あの、薬指と中指の長さあ、人差し指と薬指の長さ同じなんじゃないですか。<laughs> えっと、夫婦は気力体力が同等の人がいいと思いますか思いません。別になんか差があっても全然問題ないんじゃないですか多分、乙武さんとかめちゃめちゃ気力ありますよ。 え就活うまくいきました。就活は頑張って後にいられるのが、労働の権利っていうのがめちゃくちゃ面白いです。お酒大です。そうですね。あのお、お前が働く権利をやろうっていうね、頑張ってこう、働く権利をもらうっていうね。<laughs> 不思議なシステムですよね。まあ、ある種、そのなんかあの、自分のその時間というのを搾取されるわけじゃないですか、会社員って。 そう、例えばじゃあすごく優秀な人で、なんか営業でじゃあ1000万円売り上げ上げますっていう人も、その1000万円売り上げたうちにその会社にいろいろ取られて、給料としてはなんか300万円ぐらいしかもらえませんみたいなのが普通なんですけど、なので基本的に会社員って、その、あの、会社にある種搾取をされるっていうことで会社って成立してるんですよね。 なので、その、まあ、あの、あんまり搾取しない、その、良いドレーを探すっていうのを多分みんな試食活動でやってると思うんですけど、基本的にはその、ドレーのもとに、あの、自分の時間を売ってるってことは変わらないので、なんかそれを喜んでるっていうのはある意味、ま、微妙なことではありますけど、でもそれに気づく人ってあんまいないですよね。上で待ってる人は気づいてると思いますけど。 えー、無修正の同人 AV を作りたいです。海外のファンクラブスサイトやポルノハブの広告収入なので利益を狙りたいです。海外サーバーを迂回して仮想すれば固まる可能性は低いでしょうか。また、性欲の会社と女優の出演料を稼ぐ程度でいいなら付属に効果うスパイでしょうか。えっと、別にアップロード自体をまあ、プロクシー使ったり海外 IP にしたとしても多分お金の流れでバレちゃうと思うんですよね。あの、まあ、海外に口座を作ってそこに振り込ませるっていうのをやればいいのかもしれないですけど、そのお金を多分振り込むとバレるので、結果として、 その国に定期的に行って、その国でそのお金を使うみたいになって、なかなか日本に持ち込むのが難しいっていう微妙な状態になると思うので、なのでまあ、あの修学行ったんだったら一回海外に住んじゃった方が早いと思いますけどね。 猫、えー、姉さんと言います。ウェッキーさんが偉い人の配信を同じにい,から聞こえに,にいるから聞こえてくるとおっしゃってたので、役の立場になった昨夜のダンキースペースはヒルクさん的にいかがでしたでしょうか突然締めましたかウェッキーさんにお疲れ様でしたのカフェで送ります。またヒルクさんの綺麗な景色の配信を楽しみにしています。えっと、昨日なんかそのうちのあの彼女というか、あの妻というか奥さん的な人が、あのなんか Twitter のスペースで あの、なんか、あの、性格の悪い、なんか、メガネをかけたおっさんと、あと、あの、ワコさんという漫画家さんとなんか話をしてたらしいんですけど、僕、その時間、あの、高松さんっていう人となんか、あの、選挙制度が、あの、若者がいくら投票しても、まあ、あの、まあ、若者が少ないので政策って変わらんよね、みたいな話をしたので、あの、その、なんか、あの、段キロスペースが何の話したか全く聞こえてないし、全く聞いてないのでよくわかりません。はい。なので、あの、聞こえませんでしたっていうのが僕の答えになります。 えっと、先日仕事の関係で某政局事務所の手伝いに行った際の話ですが、候補者の秘書をされている方に、今 YouTube で配信をされている方でお酒を飲みながらいろいろとズバズバ言われている方が話題になっていますが、あの人にどういった印象を受けますかとしまうところ、世の中には流行りスタイがある。過激な発言で話題になると見る側にもそれを求められ、さらに過激な発言する必要があり、大変そうだった返答されました。この返答私どう思いますかこれ僕の話じゃないですよね。<laughs> 僕、過激な発言してないと思うんですよね。 なんかす、たあの、なんか、あの、まあ、たまにその切り抜きで、そのなんか特殊なところを切り抜かれてる場合もあるんですけど、基本的に僕、すごい普通のことしか言ってないですよね。あの、よく寝た方がいいですよとか、あの、大学を卒業した方がいいですよとか、すごく真っ当なことしか言ってないので、ほんで、過激な発言ってあんまないんじゃないかなと思いますけど。なんで、基本的に僕の発言って大体真っ当なんですよね。はい、すいません。 えー、私の兄は34歳年収450万独身実家暮らしです、えー。顔はイケメンで優しいのでびっくりするくらいも出ます。しかし元カノと3年前に別れてから常に3人くらいの女の子と遊んでいて、現状彼女後輩いないようです。このままだと顔は良くても年齢的に見込んでイケメンは何があると思われるのが目に見えています。あるいは結婚した人が現れたらすぐすると言ってますが、何を根拠でそんなことが言ってるのか結婚しているーとしては意味不明です。兄,兄は結婚できるのでしょうか までも33歳で年収450万あれば、箇所文書とかもそれなりにあるので、なので、あの、本気になれば何とでもなるんじゃないですか。なので気にしなくていいと思います。 えー、東京の池袋で柔道訪問介護事業やってるものです。2020年6月から2021年10月までの1年5ヶ月間、えー、と、過去請求をやらかしてしまい、おそらく2500万から3000万円ほど国に返還しないといけないかもです。えー、大きな金額すぎてゲロを吐きそうなので、ひろきさん励ましてくれませんか個人と会社含めて2000万くらいあります。優勝を受けて乗り越えようと考えていますが、やはりゲロを吐きそうです。生まれ変わるなら単つもになりたい。従業員に健康診断を受けさせなかったが大きな要因です。僕は今かなり不健康です。 健康診断を受け入れさせてなかったのと、その過誤請求はなんか、ちょっとどういう基準でつながってるのかわかんないんですけど、でも1年5ヶ月で、その17ヶ月の間、その3000万とかってことは、多分1ヶ月あたり200万円ぐらい多く請求してたことですよね。で、まあそのスタッフがどれぐらいいるのかわかんないですけどた、3000万か大きな金額っていうことは多分そんなにスタッフ多くないと思うので、 200万くらい多いは気づいてたと思うんですよね。なので、あの気づいてながら多分バレねえからこのままいけんじゃねっていうんでやってみたら、多分1年5ヶ月後に暴れちゃったっていう状態だと思うので、なのでなんか若干自業自得なんじゃないかなという気がしますけど、本当に気づかないで過去請求を1年5ヶ月間やってましたか <laughs> えー、僕は教育実習で母校に行きました。その際他人にも教科担当にもなったことがないけど、顔は知ってる先生に話しかけられ、高校卒業してからの足を軽くしたところ、苦労知らずの人生だね。いつかめちゃくちゃ苦労する日が来る予定がで終わりました。表情と文章の温度差に怖くなってしまい、それからはかからないようにしちゃうんですが、よくさんの何を言い返しますかあれからも苦労知らずのまま笑法になったんですが、あの時の言葉をたまに思い出してはもやもやしています。結果往来なんじゃないですかね。 多分そのすごい苦労するよっていうのを言われて、多分それを気にしながらアラフォーになったってことは多分15年ぐらい失敗を避けようとした人生だったと思うんですよ。多分調子に乗らないみたいな。なので結果として本当にめちゃくちゃ苦労することが来なかったということなので、あの、その、えー、何のためにその言葉を吐くかっていうのと、その言葉の実際の意味が違うことってあるんですよ。 あの、マトリックスっていう映画があるんですけど、あの、キアノリーブスさん支援の人が、まあ、あの、ニオ、ネオっていう名前の人なんですけど、で、あの、お前救世主だよって周りがみんな言ってて、あ、マジ俺救世主なんだっていうところで、あの、オラクルさんっていうところに、あの、俺救世主なんだよねって言ったら、うん、お前救世主じゃないよって言われるんですよ。で、あ、俺救世主じゃないんだって気づいて、救世主じゃないながらもやれることを頑張ろうってやった結果、あ、救世主じゃん、お前っていうぐらいの能力を手に入れるんですよ。 なので、その、救世主のネオになるために必要なのは救世主ではないというのを受け止めて、でも自分なりにできることを頑張ろうとした結果なんですよ。 なので、多分その、ここの先生としては悪気があって言ったのではなく、そういうなんかあの、割とちょ、トントン拍子でうまくいっちゃってると、どっかでその足元救われる可能性があるので、そういうお小言を言った結果として今あなたが幸せになるってことなので、幸せでいるってことなので、なのであの、悪気があったというわけではないんじゃないかなという気がします。はい。 あの、たまたま先日、あの、今日2回のおとたけさんの話なんですけど、あの、おとたけさんが、あの、外録っていう番組に出て,て新宿の半蔵神社で、あの、半生をずっと喋り続けるっていうのをやってて、それ聞いてたんですけど、で、あの、おとたけさんっていう、その、あの、基本手足のない人なんですけど、で、その人が、あの、学校の先生になって教育実習に行った時に、元々の自分の母校に行って、 で、その時に、あの、先生に必要なものっていうのは、まあ、その、乙武さん手足もないので、いろいろなんか、あの、太鼓を知るの大変だよねとか、まあ、それでもできるんですけど、で、あの、なんか黒板書く時とか大変だよねとか、手助けする先生が必要だよねとか、まあ、普通の先生には足りてないものがあったりするんですけど、で、その母校の、あの、恩師というか先生が乙武さんに、その、先生に必要なものは何ですかっていう質問に対して答えたのが、あの、教師に必要なのは人間性だよって言ったんですよね。で、僕もそれ正解だと思うんですよね。 あの、いくらその5体満足でも、あの人間性がクズだと、やっぱり子供ついてこないんですよ。で、あの別にあのなんかいろいろ足りなくても人間性がちゃんとしてると、割とあの子供はついてくるっていうのもあるので、その5体不満足、1本大満足の話なんですけど、なのであのそういうなんかいろいろ悩んでる人に人間性だよっていう一言言って、で多分その人間性大事だっていうのをずっと意識した結果、やらかしたんだと思うんですよね、乙武さんは <laughs>。 なので、もうちょっと人間性大事だっていうのを、あの、きつく言った方がよかったんじゃないですか先生は。<laughs> どういうお家でまとめようとしたのか忘れちゃった。<laughs> えー、こんばんは。以前、少ない農地で農業を成功させるにはどうしたらよいですかとスパッチャをしました。えー、その答えが結局はイラガセをされるから難しいとお答えいただきました。えー、ですが、周りに農家らず人見ません。それを踏まえ、少ない農地で農業を成功するのはどうしたらいいですか周りに人がいないんだったら農地広げちゃってください。 やっぱあの、勝手に広げちゃってもバレないと思うんですよね。で、あの、なんか適当に広げちゃって別に適当に収穫しちゃえば、要はあの、農地って広ければ広いほど、あの、まあ、あの、取れる収穫物が増えて売り上げが上がるので、なのであの、広い方がいいんですよ。で、周りに文句言う人いないんだったら頑張って広げちゃってください。はい。農地の法律知らないんですけど、あの、例えば居住権って勝手に住んでると、あの、全然他人の土地で他人の家で、でもなんかあの、空き家ですみたいなところに、 えっと、5年かなんか住むと居住権もらえるんですよね、日本って。なんて感じで、多分農地も、あの、開いて勝手に使って何年かやってると、多分農地もあなたの使う権利ありますよみたいな発生すると思うので、なので、あの、開墾して農地広げちゃった方がいいんじゃないかなと思います。農地広い方がやっぱり儲かりますよ。 えー、ひろきさんこんばんは。ライブの切り抜きを見ていて、やっと生配信これました。自分は東海地方に住む、過去東京まで2時間程度の工業高校卒18歳で、大手メーカーの機関車両をしています。貯金は80万程度あり、今月をしたいところがあります。授業内容は一人暮らし、個人向けに特化したチャーター便のような形で引っ越したないようです。今後、このサービスは伸びるでしょうかまたやってみるかちらうかと思いますか文化もとまらずに申し訳ないです。えっと。 チャーター便のような引っ越しなのか宅配業なのかわかんないですけど、あの、一人暮らしに特化してるっていうのって、すでに大手の引っ越しもやってたりするんですよね。なんかあの、独身用引っ越しパックみたいな、多分検索すればいいと思うんですけど、なので、その何が違うのかがよくわかんないんですよね。で、その文字数があったので結果こうなったんだと思うんですけど、例えばライブの切り抜きをや見ていてやっとダウン配信に来れましたっていらない情報ですよね。 で、多分知りたいのはどういうサービスをやって、このサービスに将来性があるかどうかは聞きたいので、その東海地方に住んでるかどうかとか、大手メーカーの機関社員やってるかどうかとか、貯金80万あるかどうかってあんま関係ないと思うんですよ。 で、あの、なんで今この話をしてるかっていうと、その起業するってことはお客さんを捕まえなきゃいけないわけで、で、お客さんに対して、うちはこういうサービスですよ。他よりどれくらい得ですよとかっていうのを短い言葉で伝えられないと、でも例えば僕18歳なんですよって言われたら、うん、それが何なのでも話終わっちゃうんですよ。なので、短くその自分のサービスはこういうメリットがありますって伝えられないのであれば、残念ながら営業で仕事を取る能力は低い可能性が高いんですよね。 そうすると、いくらいいサービスを思いついても、お客さんが見つからないっていうことになって、結果としてうまくいかないっていうことになりがちなので、なので自分のサービスはこうです、こういうメリットがありますっていうのを、赤の他人にちゃんと伝えるっていうテクニックがない限りは、独立はしない方がいいんじゃないかなと思います。 通信制短大2年です。二十歳になり、学校の先生になりたい、留学をしたいという気持ちが膨れ、短大卒業してから1年間勉強して、大学に入り直すのは遅いですかいいえ。事実上、三浪の方と同じになります。また二とこません系列のためなので、3年時という形で編入することができ、編入して仮面ロにで大学入試を勉強するか、単体卒業して1年間時間をしっかり確保して勉強するか、どちらか言うと言いますか、留学生とか実質している和紙を目指しています。ご気をいただけると幸いです。えっと、あの、何かごっちゃになってるのと、有名大学に入りたいっていうのを、 もう多分、文面としてあえて書いてないのは自分の学校の学歴に対してのコンプレックスを持ってるっていうことな気がするんですよね。で、本来学校の先生になりたいっていうのであれば、別にあの、ニットコマ線系列のそのままの大学に行けば、あの、事実上三老ではなく、普通にその3年次に編入っていう形で、あの、ま、22歳で卒業という形になれるんですよ。で、それで学校の先生になれるわけじゃないですか。 でも、それではなくて、早稲田大学とか別の大学に行きたいっていうのは、多分そうじゃない、その日系センという学歴だと嫌だよねっていう話になっちゃってると思うんですよね。なので、そこをちゃんと迷惑確認した方がいいのと、あと、留学をするのと、あの、大学がどこかって全く関係ないんですよ。要は別にあの、留学先が受け入れてくれれば受け入れ、あの、行けるっていうだけで、それが早稲田だろうと日東センだろうと全く関係ないんですよ。 要は相手の大学って別にニット・オコマセンとか早稲田とか大して知らないんですよね。まあ早稲田くぐらいは聞いたことある人がいるかもしれないですけど、基本的には日本の大学って東京大学以外はほぼ知られてないと思ってください。はい、要は外国の大学って普通知らないじゃないですか。例えばじゃあそのウズベキスタンの大学3つ挙げてくださいって言える人もいないだろうし、じゃあスペインの大学の有名大学3つ挙げてくださいって言っても一個も言えない人が普通だと思うんですよね。 なんかフランスでもなんかソルボンヌ大学って聞いたことあるかなぐらいな感じで。なので他の国の大学なんて知らないのが当たり前なんですよ。ま、っていうのなので、なのでそのじゃあそのイタリアの大学でもいいんですけど、なのでそのなんか日本の中でニットコマセントワセだってこうだよねと思ってるのって、外国に行ってみるとマジ無意味なんで。なので留学したいんだったら今のうちに留学の手続きをすればいいだけで、で日本の大学に行きたいんだったら別にあのその3年次から入ればいいだけだと思うんですよね。 で、その、早稲田大学とか有名大学に対して受験をしたいというのであれば、今から受験勉強すればいいというだけなので、何をしたいのかっていうのをちゃんと明確に聞き考えて、コンプレックスとかにきちんと向き合った方がいいんじゃないかなと思います。あと、その、早稲田大学受かるとは限らないので、3年次編入をしながら仮面浪人の方が、時間的には安全なんじゃないかなと思いますけど。 裁判中で親が売りたくない土地を売るように訴えられています。えー、弁護士には勝つか確率2割と言われていたんですが、いろいろ調べて粘って調子づけた結果、こちらの優位性が出てきて、最後の死に陳述書を書いた方がいいと言われています。陳述書を書く際のアドバイスがあったら教えてください。えっと、弁護士さんのアドバイスに聞いた方がいいと思いますよ。その、どういう状況の土地であるっていうのと、もう含めて弁護士さんが最適でもしていると思うので、なので、どういう陳述書を書いたらいいのか、その、なんかサンプルをちょっと書いてもらえませんかって言って、嫌が あったたとしたら多分その弁護士さんやる気がないです、す要はこういうういいがががあっっった方が勝つ確率が上るがるよねってて答えを知ってるのはその弁護士さんなんなですよでそれをやってこないんだとしたら、まあ、勝つ確率2割とか言ってたのも含めて、ちょっとやる気がないんだとしたら、一回他の弁護士さんに相談してみて、この弁護士ひょっとしてやる気ないんじゃないのっていうのを確認するのと、まあ、こういう裁判の状況で、まあ、今までのその訴状のやり手とかを見せて、で、これだったらどういう事日証がいいかアドバイスをくださいっていう第三者の弁護士さんに聞いてこいてます。 結局その、まあ、どういう状況で争ってるかは僕は全く分からないので、僕がアドバイスをしたとしても多分役に立たないんですよ。なのであの、ちゃんと全ての状況を理解している弁護士さんに相談した方がいいし、その弁護士さんが信用できないんだったら別の弁護士さんに、その相手の準備書面はこれで、こっちが作った準備書面はこれで、相手の事実はこれで、自分はなんかどういう事実をしたりですかみたいなのを専門家に聞いた方がいいんじゃないかなと思います。はい、えー、立憲の岡内医屋さんは消費税25% と提唱しているそうでですが今の日本で消費税25になった場合りますかえっと、僕、長期的には消費税賛成派なんですよね。あの、まあ、よく誤解をされて長期的にって必ず言ってるんですけど、あの、例えばじゃあ、その、あの、アメリカとかの、じゃあ、州とか、あの、ヨーロッパの州とかで、あ、ヨーロッパとかでも、あの20、20%ぐらいの消費税のところあったりするんですけど、なんで消費税高いかっていうと、消費税の脱税ってほぼほぼ無理なんですよね。 要は物を買った時に払わなきゃいけないので、例えばじゃあ暴力団ですと。で、暴力団でお金1000万円悪いことでゲットしました。で、消費税0%だったら、その1000万円ってそのまま使われておられるんですけど、消費税20%だと、その1000万円って、あの、要は何かを買った時点で2割必ず20%取られるので、少なくとも20%は税金として取れるわけじゃないですか。 なので、例えば、所得税をゼロにして、消費税が、じゃあ50、50%っていう国があったとしたら、ヤクザの、せ、だ、その、要は、あの、その、節税をするとか、脱税をするメリットがなくなるんですよ。要は、いくら脱税をして、お金を貯めたとしても、そのお金を、まあ、その、持ったまま死ぬんだったら、脱税してよかったね、って話になるか,かもしれないですけど、まあ、お金持った以上は使いたいわけじゃないですか。 で、使うとしたら、そこでその消費税としてお金払わなきゃいけないっていうんあれば、もう悪いことをして脱税とか、その節税をするメリットがなくなるんですよね。で、割とその今日本って、その悪いことをして金稼いでる人がいたりとか、まああと外国人の人って所得税払わないで、日本で暮らしたりしてるので、なのでその外国人の人からお金を取るだったりとか、悪いことをしてからお金を取るっていうのもあったりするので、僕は消費税自体は賛成派なんですよ。 なんでその、あの、所得税とかって、じゃあその会社の法人税とかもなんかいろんな経費っていう形で節税したりとか、そのあの個人事業主とかの場合もなんかいろんな形で経費にしたりとか、じゃあこの住居をなんかあの、事務所っていうことにしようみたいないろんな節税ってできちゃうんですけど、消費税の節税って一般人がやることはほぼ不可能なので、なので消費税を上げるということ自体は僕は構造的には賛成なんですけど、ただ今日本は不景気なので、消費税上げるのは良くないよねとは思ってます。はい。 私の母親は反コロナワクチン派、5G は危険派です。学校でワクチンを打とうとした時には学校に電話してきて打つのを阻止してきました。昔からオカルトやらに何やらにはまりやすいのですが、母はそのようなことから遠ざけることはできないでしょうかはい、できません。何かのデータを送り出してもそれがの人望で送あえつられてると言われ話になりません。母のこと自体は好きな電話を切るなどは考えていません。親戚は丸商法にはまっていたり、横領して逃亡中だったりと頼らなくて困っています。えっと、勝手にワクチンこする打っちゃってください。で、打ってないって言い張ってください。 あの、親を説得することが難しいは多分もう理解されてると思うんですよね。なのでもう理解、あの、親を説得することはできないと。ただ自分の身を守るということは自分でやらなければいけないので、その親がこういう人だから自分は打てないんだよねと言っても、結局それで病気になったりしちゃった場合って困るのは自分じゃないですか。なので、あの、こっそり打つっていうのをやればいいんじゃないかなと思いますけど。 29歳です。今、コンタクトをしていて、年間5万ほどかかっています。レーシックを考えてるんですが、レーシックの技術は安定してるのでしょうかまだいくらぐらいかければ安心なのでしょうかえっ、ー、と、レーシックをやってる眼科医の、そのなんか、まあ、あの、レーシック系の委員は置いといて、あの、普通の眼科医でレーシックやってる人って、僕、ほぼ見たことないんですよね。あと、あの、大体眼科医って、コンタクトレンズじゃなくてメガネなんですけど、 <laughs> っていう事実から踏まえて、あの、眼科医はックを信用していないし、コンタクトレンズも信用していないっていうのがわかるので、なので僕は、あの、メガネでいいんじゃないかなと思いますけど、はい。あの、霊クで、まあ、その、うまくいった人の例はよく、あの、いくらでも出てくるんですよ。要はレックをやってる病院とかって、あの、お客さんいっぱい来てほしいので、あの、メガネかけなくてよくなりましたとか、良い例はいっぱいんですけど、あの、ック副作用とかで調べると、あの、 So like. レーシックをした後に頭痛がずっと止まらなくて、まあ寝てる間も痛いし、起きてもずっと痛いし、その目が、あの頭がずっと痛いっていうのを抱えてます。でもそれをもう治すことができませんっていう人とか、その光を見ると眩しすぎてずっと涙が出てて、なのでその夜中とかでもサングラスをかけてないと、あの家の中でもそのなんか電気つけられないと。か外行った人とかね。なのでその外行った時とか、そのなんかあの室内とかでもサングラスつけてるし、家では基本電気つけませんみたいな生活をしてる人とかもいるんですよ。 結局その、あの、まあ、その、眼球開いて、こう、傷つけてっていうのをやるんですけど、で、それで、うまくいった人はいいんですけど、その、あの、割と脳に、眼球って脳に近いセンサーというか、あの、感覚器官なので、それが過敏になってしまった結果、その、ものすごく刺激がずっと脳に入り続けるっていうパターンもあったりするので、 あと、あの、なんか、その、その、焦点が合わなくて、像がずっと二重になってしまうとか、その、うまくいってる人は全然問題ないですよ。ただ、うまくいかない人も一定の割合でいるんですよね。で、うまくいかなかった場合、どうしたらいいかっていう答えがないんですよ。その、はい、ごめんなさい、申し訳ないです、終わりなんですよね。要は、その、ずっと頭痛が起きてる人っていうのが、なんで頭痛が起きてるかがわからないんですよ。 要はその眼球傷つけた人がそんなに多くないのと、眼球傷つけた結果、じゃあその傷を埋めましょうっていうことがまあまあできないので,で、埋めたとしても別にその術は治らないかもしれないので、残念ですけど、一生それ抱えてくださいっていうのしかならないんですよね。なので、僕はそこのなんかデメリットを考えると、やらない方がいいんじゃないかなと思ってるので、僕は例か反対派です。ただ知り合いでやってる人いっぱいいるんで、あの、全然あの、安全な確率の方が高いということはわかってます。 えー、こんばんは。現在32歳で独身金融丸の超エールです。今のうちに将来に向けて資金運用する資金をもっと増やしたいので、ホステスの仕事かチャットレディとか未経験でやってみると思いますが、可能だと思いますかえー、ルックサ中ュの上ぐらい、スタイル168センチあり、周りからいいと思います。こんなおーバんでは無謀でしょうかはい、無謀です。あの、10代で若い人たちで、同じようなことをやろうと思っている人がいっぱいいると思うので、30過ぎた人が、あの、なんか、 その、30代の中ではそれなりにルックスがいいのかもしれないですけど、あの、10代に10代高かったら明らかに低いよね、あの低いというかまあ、あの、下がるよねっていうのは、あの、あると思うので、普通に働いて稼いだ方がいいと思いますよ。はい。その、今はその、金融丸のおを得るという中で言ったら綺麗かもしれないんですけど、その、でも今の仕事でそれなりに稼げてるわけじゃないですか。で、あの、高卒10代とか高卒20代みたいな子たちって、必死でチャットレディーやるんですよ。 で、あの、月給18万とかでも、すごい喜んで頑張ってやるんですよね。でもその、32歳金融系マルジョエルさんって、別にその月給的には手取りでも30万以上もらってると思うので、なので、あの、どう頑張ってもそこの10代とか20代の人の頑張りに勝てないと思うんですよね。で、あの、ま、周りが中の上っていうくらいって、基本的には中の中なんですよ。あの、目の前の人相手に、あなた中の中だよねって言わなくて、中の中の人に対しては大体みんな中の上って言うんですよ。 あの、ちょっと上げたいことを言うので、で、本当に美信な人は中の上ではなく、あの、上の方でですね、上の下とか上の中とか。なので、あの、中の上と言われているということは残念ながら中の中だと思ってください。 えー、高松さんとの対談を見ました。ヒロキさんの言ってることが論理的に正しいと思いましたが、高松さんが正義マンでヒロキさんが意地悪に見えてなんだかなと思い,思いしました。ただ面白かったです。またいろいろな人とのパンデミみたいです。まあ、その、あの、事実がどうなのかっていうのと、その願望がどうなのかっていうのは別の話なので、なんでその、高松さんはその願望としてはこうだよねっていう話をずっとし続けてるんじゃないかなと思いますけど。 え、看護師14年、総合病院でバリバリ働いていました。地元の超高齢社会の医療に戻る前に、応援ナースで半年だけ歴史や離島に行くこと考えています。キャリアアップではなく、自分の気持ちを整理したい、人生経験したい、医療業界の手順についてどう思われますか意味ないと思いますかあ、全然ありだと思いますよ。 あの、まあ、その、えっと、地元なのかなちょっと地元が都会なのかどうかわからないですけど、あの、なんか、住む場所を変えてみて生活するっていうのを一回やると、割とその新しい交友関係ができたりとか、物の考え方だったりが変わったりとか、あ、全然離島楽しいじゃん、みたいなのもあったりするので。なので、あの、体力があって度胸があるうちに早めにその他の場所に住むっていうのをやっといた方が、知見が広がって人生楽しくなるんじゃないかなと思いますけど。 え、40代主婦です。家の主人は私と出会う前からお酒飲みすぎに入院したりしてました。体調悪い日や性格が楽、一晩無視されたりイライラしています。病院では診療内科にと勧められても硬くなってガンとしていかず、このままアルコール依存が進行したり不安です。え、ともアル中だと思いますよ。お酒のコントロールができないみたいです。停止肪圧迫であまりこのまま暮らしていけるか能です。医療機さんが私の立場ならどうしますかえ、ともアルコール中毒なんで、基本アルコール中毒って治らないんですよ。あの、 要はそのアルコールを断つことで、アルコール中毒の症状が起こらないという、寛解という状態にはなるんですけど、酒飲んだらすぐ元に戻っちゃうので、なのでもうアル中だよねっていうのをまず周りから認めてください。多分本人は固くなり認めないと思うんですけど、 そううの、要は、あの、酒を飲んで体調が悪くなってる。で、それで、あの、周りに当たるだったりとか、あと、その、なんか、あの、酒を飲んで体調が悪いっていうのが分かっていながら酒を飲むとか、その、あの、ま、ある種異常行動なんですけど、ある中の人たちってそれ普通だと思っちゃってるんですよね。 なので、そのアルチュー外来みたいなところに一回ちょっと行ってみて、客観的にもうアルチューですよっていうのをまず確定して、周りの家族、まあこの人アルチューだよねっていうのを認識した上で本人に認めてもらうっていう。でも本人もまあ認めづらいとは思うのでなかなか認めないんですけど、まあ少なくとも本人が認めないとアルチュー直せないので、まあ直すというか、簡快に向かえないので、なのでまあアルチューであるという形で対処し始めた方がいいんじゃないかなと思います。 で、それで治らないんだったらもう離婚するしかないよねっていう話も本人にしてみた方がいいんじゃないかなと思います。 え息子の小学校受験を考えています。総計の大学附属か高校か進学のところに迷っています。おののデメリットは全社付属以外の大学に行きたいと思っても、周りは受験勉強しないので途中で転が折れる可能性があること。校舎は運動部が弱小で、なおかつ大学受験をする必要があること。どちらの方が子供のベーストだと思いますか子供がある程度大きくなったら本人の希望次第では、スポーツ教豪校や進学や中学受験するのもありだと思っています。か、子育ては結構親のエゴですよね。えっと、子供に聞いてください。 あの、間違った判断だとしても、子供が自分で選んだのであれば、そんなもんだよねっていうのに納得してくれるんですけど、何か嫌なことがあった時に、親が決めた結果ここに行ったけど、あっちに行った方が良かったよねって思うと、親を恨んだりするんですよ。 なので、どちらが正解かっていうより、自分で選んだものなんだから、それを我慢するのは、あなたの問題ですよっていうふうに、ちゃんとその、自分が正しい判断をしなきゃいけないんだ。で、自分がまあ判断間違ったんだから、これを親責めてもしょうがないよね。親の問題じゃなくて自分の問題だよねっていう受け入れるようにした方がいいと思うので、なので、あの、お子さんに聞いた方がいいと思います。あの、なんか40過ぎた酒飲んだおっさんに聞くようなことではないと思います。 えー、高校生、同級生ともめ、転校が、揉めた相手は模寄り駅が同じ。転校前の学校の先生が間合に、今後一切関わらず給料を取る。となるが、その後相手と模様利益代に下打ちされる。相手は LINE で脅迫文を送り付けてくれる過激な性格。次やって何されるか分からない不安をかい、模寄り駅使用中。相手に攻撃されない方法を教えていないです。生き返るのが困難。転校前の学校の相談も、在籍中の相手を筆記した対応を取ってくると思い困難、こんな脅迫文の証拠の少しもあり。えー、脅迫文したうちは去年の頃。 でも残念ながら殴られない限りは、あの、警察だったり社会は動かないので、もうその殴られるっていうので、まあ、あの、被害を作るっていうパターンか、そうじゃないのであれば、もう自転車買って、駅変えてください。はい。要はその相手を変えるはもう無理だと思うんですよね。多分相手そんなに、あの、頭まともな人じゃないと思うので、で、その転校前の学校とか、その、や、近所とかっていう社会もあなたを守る気はありません。なので、あの、被害が明確になれば、まあ、あの、その警察が動いたりってあるので、 まあ本当にか、その、なんか、隣の駅がめちゃめちゃ遠いから自転車買ってもどうしようもないっていうのであれば、さっさと殴られちゃってください。 で、あの、ちゃんと証人がいたり写真とか動画があった方がいいので、なので、あの、が、まあ、最寄り駅で大体何時頃来るよねって分かってるのであれば、知り合いをあえて後ろからついてくるようにして、下打ちをされた瞬間自分も下打ちを返すみたいなことをやってください。で、動画では自分が下打ちを返してるっていうのが見えないように撮ってください。で、そうすると、あの、すれ違っていきなり殴られたっていう動画が撮られて、いやいや、これどう考えても被害者でしょと。動画もあるし、証人もいるっていう状態で、警察に行くだったり、その学校に行くっていうのが出て、 ですので、なのであの自転車を買うか、相手をはめるっていう方向がいいんじゃないかなと思います。えー、白髪染め専門店やってます。新規客を増やすには何が一番いいと思いますか？もうひたすら営業じゃないですか？あのまともな白髪染めのところであれば、あのどこ行ってもその技術はそんなに変わらないと思うので、まあ、僕その白髪染めについて詳しくないので分かんないですけど。なのでもう安かろう。っていう方向でひたすら営業するしかないんじゃないかなと思うんですけど。 えー、下界12年目の35歳男です。医局に属しており、ある程度の仕事を任されておりますが、雑用で仕事量が多く、仕事を多く任されても給料に反映されません。えー、医局を離れて民間病院に就職したり、訪問診療になった方が給料上がりますが、医局を辞めると責任放棄だと言われたり、後戻りできないことが不安です。医局を辞めて転職することはどうないますかちなみに訪問診療になると、今の年収の倍くらいになると言われています。えっと、35歳であれば、 まあ、どれぐらい、その、今の医局の仕事で、後輩を育てていって、で、社会的な地位というのを得た方がいいのかと思うのか、まあ、あの、保護診療楽だし、金も儲かるし、いいよねっていうので、多分、その、ご自身が、その、50歳になった時に、どういう人になってたいかって話だと思うんですよね。 で、あの、例えばじゃあ自分でもう開業医になりたいっていうのであれば、さっさと訪問しようになった方がいいのかもしれないですけど、ただか、その、ある程度中堅の病院作りたいとかになると、あの、その、まあ、あの、その中堅の病院のなんか院長みたいなところで雇われてなるんだとすると、じゃあその後他の病院の先生どうやって雇うのっていうので、一局に続けてコネクションがあって仲がいい方が紹介してもらえるみたいなのがあると思うので、なんでその50歳になった時に自分がどうしたいのかっていうところの基準で、その、逆算して考えた方がいいんじゃないかなと思います。 私は10ヶ月をテック起点で働いています。社会的地位は看護学部3年で、彼氏は医学部5年で、関係は良好です。欲しいものは全て手に入れており、貯金は150万ほどありますが、将来のためにお金を増やしたいです。風俗嬢は定職だと感じます。また誰かにバレる気もしませんし、今が幸せでも感じます。なので風俗嬢を卒業できません。医療機さんは私みたいなインナーでお金に貪欲な人生をどう思いますか将来は看護師として働き、今の彼と結婚し、今の生活水準で幸せな暮らしをしたいです。 えっと、その彼氏にちゃんと風俗で働いているというのが言えるんだったら何の問題もないと思います。ただ言えないのであれば、いつか必ずバレますよ。今その相手の人が、あ、この子を脅したら結構金引っ張れるかもってなると、脅してくると思うんですよね。でその結婚相手がある程度の状態で、で、毎月10万払えよって言って、まあ、あの、払わないんだったら、あの、旦那さんに言うよってなって、 で、まあ、10万ぐらいやったら払うわってなって、ずっとお金を払い続けるっていうパターンか、あの、旦那さんにこういうことやってましたっていうかっていうパターンなので、なので、あの、嘘を一生つき続けるのは無理だっていうところを理解された方がいいんじゃないかなと思います。 日本の会計基準についてです。日本の会計基準はガラッパゴスで国際会計基準の本格採用はまた先かと思います。リース物件が資産として計上しない点やいろいろごまかせる中小企業にはメリットが多いのが今の日本の会計かと思っていますが、ゆうき先生がもう日本の会計の特徴はまた今後どうなる僕別にあの外国の会計基準そこまで詳しくはないんですけど、ただあの、 対交際的なやつが経費になりがちなので、なのでそこら辺もあって、あの日本ってその居酒屋とかキャバクラとかっていうのが普及してるって言われるんですよね。他の国ってその,あのキャバクラみたいなのがあんまりない理由って経費で落ちないんですよ。まああのアメリカで言いますと。 なので、あの、要はその、自腹でキャバクラ行く人って、まあ、多少はいるんですけど、基本的にはその、会社の経費で行ってのは接待費みたいなのを落とす人が多いんですけど、でもあの、基本的にはやっぱりその、他の国って、いえいえ、それ会社の事業と関係ないでしょっていうので、経費として認められないので、なので結果として、その、あの、キャバクラ的なものよりも、まあ、直接的にはその、なんか、売春に近い行為の方が割とうまくいったりするんですけど、なので、あの、そこら辺がその、日本の特殊な状況なので、ただ、あと中、 中国は多分経費で落ちるのかななので中国もキャバクラ的なものが結構あったりするんですけど。っていうのが、ただ文化もあるので、なので、なかなか一概にそれが変わるかというと変わんないんじゃないかなと思うんですけど。えー、未来予測って本当にできるんですか ?2045 年問題とか一部で捧がれてますが、本当に AI に支配される人類なんて起こり得るんでしょうかえっと、未来予測が正確なものと不正確なものがあります。<laughs> 例えばじゃあ、えっと、 2040年に、えぇ、ー、20歳になる日本人は何人いますかっていうと、ほぼ正確に予想できるんですよ。なぜなら、あの、えっ、ー、と、今2022年だから、今2歳の子供の人数を数えますと。で、今2歳の子供と、だいたいあの、事故とかで亡くなる子供っていうのが一定の割合でいるので、その割合をかけると、20年後っていうのは、この人数の日本人がいますよっていうのは、あの、だいたい外れないで予測はできるんですよ。 っていうのがあって、あの、外れづらい予測っていうのと、あとじゃあ AI が人類を支配しているかどうかとかだと、あの、外れがちな予想なんですよね。要は支配とは何ぞやっていうのと、あとじゃあ AI が具体的にどれくらいのことができるかっていうのが、結構思ったよりできるものとできない分野が激しいんですよね。あの、その AI に東大を合格させるプロジェクトっていうのがあったんですけど、それやめちゃったんですよね。要はあんま意味ねえわ、これっていうのが分かって、やってもしょうがないよねってなんで、結局その、 あの、万能の AI っていうのは、結構めんどくさいので、多分あんまり進化しないんですよね。だからその、あの、特定のことをやる AI っていうのは割と簡単に進歩するんですよ。だからあの、自動運転みたいなやつって、道路っていうののその画像と映像を使って、その対向車が来た場合にそこに近づかないようにするとか、人間のようなものが歩いてきた場合はそこでブレーキを踏むみたいなので、その、運転に特化した AI っていうのはどんどん進化するんですけど、 そのなんかじゃあ、あの、東大の受験みたいな、数学も国語も英語も社会もで、倫理とか政治経済もやりますよ、みたいな、汎用の AI って、作るメリットがビジネス的にあんまりないので進歩しないんですよね。やらなきゃいけないことは超絶いっぱいあるんだけど、別にそれ作ることで何のメリットがあるのみたいなのがあったりするので、なので、あの、人類を支配する AI というのを作るメリットがないので、作られない方向になるんじゃないかという可能性もあるんですけど、 ただ、その、最近、あの、エビデンスドベースとポリシーメイキングっていうのが流行っていて、要は、その、あの、例えば、じゃあ、その、ダムをどこで作った方がいいのか、どれぐらいの規模のものを作った方がいいのかって、割と、なんとなくノリで決めちゃってたりするんですよね。なんか、うちの地元に作った方が、あの、うちのなんか、土建業が儲かるからいいよね。 っていうので、じゃあ長野県の政治家がうちで作れや、みたいなの決まったりするんですけど、じゃあその、ダムを作ることで電力を発生させて、それを提供するのであれば、あの、じゃあ東京と大阪の間のここがいいよね、とか、あの、電線はここにもうすでにあるから、それを利用できるからこうした方がいいよね、とか、あの、人が住んでない村がここにあるから、これを使った方がいいよね、っていうのが、計算上の最適値っていうのは出せるんですよ。なので、その政策に関してはすべて、その、 計算上の最適値とデータを使って判断すべきであるっていうふうに割とまあアメリカとかの研究が進んでたりするんですけど、で、それでやり続けると最終的にじゃあ、あの人間がこういうものを望んでいるのであれば、そこはこう判断した方がいいよねっていうのを、そのデータを使ったことによって、じゃあその AI で、その機械学習で、あの、なんか、あの、最適化させた場合に、アルゴリズムが何だかわからんけど、確かにこれ合ってるよねっていう状態で政策が決まってくる場合があって、で、その、 じゃあ、えっ、ー、と、日本が経済成長をさせた方がいいよね。で、その政策っていうのを AI に任せましょう。で、何やってるかわかんない。要はその AI だからいろんな分野をいろんな決定をするので、なんとなくこう、うまくいってるように見えるっていうので、で、結果として多分今のその日本が長期的に経済的にうまくいくっていう命題にすると、高齢者の寿命を伸ばさない方がいいよねっていうのが多分正解になって、 高齢者が飲む薬に毒を混ぜるみたいなことを AI はやる可能性があるんだよね。だから、あの、要は自然環境とか環境を守った方がいいよねっていうのって、環境を守るのであれば人類減らす方がいいよねっていうって、じゃあ環境を守る権限と判断を AI に任せましょうってなると、人類バンバン殺すってなると思うんですけど、で、多分、あの、日本が経済的に良くなるっていうのをやるとすると、日本も多分そういう判断になっちゃうと思うんですよ。 っていうのがあるので、それで AI に支配される人類っていうのが起こり得るのであれば起こり得るとは思いますけど、ただまあそうなるかどうかっていうのは、あの要は政府がそこまでの権限をその AI 的なものに任せるかどうかって話になると思うので、でそこはその技術とかの問題ではなく、政治家がどう判断するかなので、多分それよりは中国に乗っ取られるのが確率高いんじゃないかなと思いますけどね。 え、はめまして、入社2年目で中小企業の電気系の現場管理をしている女です。えー、将来独立したいと思っているんですが、周りの方から女性が建築系で独立するのは難しいと言われてます。結婚や出産をしたいなら、なおさらこの業界厳しいと思います。ひろゆきさんは建築系で女性がど独立することについて思いますか違う視点の人の意見も気がなくて素晴らしいと思いました。よろしくお願いします。何の問題もないじゃないですかなんで難しいと思うのかよくわかんないです。あの、その、女性が少ない、プレイヤーとして少ない業界って、 逆に目立つので覚えられやすいんですよね。で、あの、どうせ仕事するんだったらおっさんより女の人がいいよねっていう人って割といるので、なので、あの、やる気さえあれば全然問題ないんじゃないかなと思いますけど。で、あの、例えばその、なんか自分の、じゃあその家を任せたいっていう時に、その、自分の家に、あの、男の人が入るのが嫌だっていう人いるんですよね。 だから、あの、女の人に任せられるんだったら女の人のほうがいいよね、みたいなのもあったりするので、なので、あの、そんなに気にしないで普通にやればいいんじゃないかなと思うんですけど、で、事業って、あの、必ず成功するとかいうもんでもないので、うまくいく場合もあるし、うまくいかない場合もあるんですけど、で、あの、答えはやってみないとわからないっていうもんだと思います。はい。 えー、職場の同僚や上司の目が気になりすぎて、仕事が手につかず自身のことなの。周りは気にしてないと分かってるんですが、精神的に疲れて辞めてしまうことを繰り返してきました。どうするのが一番なのか、ほとんどに考えてきた結論は、取った資格を活かして自分の店を持つでした、えー。余計なことを考えずに仕事だけに集中で,できて、売り上げも少しずつ上がってきました。この選択は良かったかもしれないと思ってますが、私の考えはもいいでしょうかあ、全然ありだと思いますよ。僕も結局、あの、朝起きれないんで、サラリーマンとか無理なんですよね。 なので、あの、自分の会社を作って、で、あの、じゃあ、打ち合わせとかも自分が起きてる時間に設定するっていうのをやることで、あの、遅刻のデメリットっていうのをなるべく減らすようにしてたらしいんですけど、ただ、もう朝起きれる人であれば、普通に会社員やっててもいいかもしれないので、なので、あの、自分の能力とかに活かせて事業をやるっていう方が、割とその、あの、その朝起きれないとか、人の目が気にするとかなんかしらの、会社員をやる上でのデメリットがある人は、自分で経営した方がいいんじゃないかなと思います。 遅刻してんじゃんえっ、ー、と、してるんですけど、あの、これでも、あの、少なくしようとはしてるんですよ。はい。<laughs> 23歳自衛隊です。えー、将来 IT 企業に就職したいと考えてますが、 えっと、その分野の経験がなくたんです。トイク660点レベルの営業力と Python を独学で勉強してますが、他にどのような選択コードにすればいいですかまた何歳までに転職した方が好ましいですかえっと、転職は若ければ若いほどいいと思います。で、あの、ま、自衛隊に5年用と3年用と、あの、将来的には全大した、すみません、あの、ボリューム差がつかなげました。あの、大した差ではないので。 なので、あの、民間に行くのであれば、さっさと民間に行っちゃった方が、よりそちらの、あの、経歴が増えた方が、うまくいくんじゃないかなと思いますけど。えー、大学生です。もともと好きだった生物系に進んだら、授業が全くわからず、恥ずかしながら、最終的に自流してしまいました。一方で、バイトの時間がもったいないと思って、去年から始めた個人事業主では成功し、初年度から利益が500万超えそうです。えー、人には向き不向きがあるとはいえ、こんなにも差があるのは異常でしょうか。そんなもんですよ。では、その、 あの人に使われるのが得意な人と自分でやるのが得意な人っていうのがいて、で、自分でやるのが得意な人は自分でやった方が利益が高くなるので。なのであのバイトだとやっぱ年間100万円以上儲けるのはなかなか難しいですけど、あの事業をうまくやれば、別にあの500万でも1000万でも1億でも行く場合あるので。 今彼女が生活保護で子供3人います。そして僕の子の妊娠しています。別居していて事実婚です。以前、広木さんから指摘を受けた浜港的な主張をしているものです。この先もパワーカップルでいたいので現状で気抜き,きたいですが、間違いがあれば指摘してほしいぶっえっと、あの、家はちゃんと2つ、あの、維持して、であ、あの、えっと、両方の家でちゃんと電気代とか水道代とかが、あの、計測されるようにしてください。では、その、あの、 事実上、これ、生活保護をもらってるけど、この人と一緒に住んでるよね。だから家計は一緒だよねってなっちゃうと、その生活保護を打ち切られちゃったりする場合もあるので、なので、あの、家計は全然別ですっていう証明するためのものとして、あの、無駄に水道も流すし、無駄に電気も使うっていう形で、その、ま、あの、各家庭がこれぐらいの水道電気使うのは当然だよねっていうぐらいの金額が出るようにしてください。 そうそう、思います。49歳難病年たっきりです。主人は年上で去年退職し、3人用で公務員してますが、あまりにも年収が下がり生活が苦しいです。子供が2人いますが、1人はまだ中学生です。貯金は9500万ありますが、貯金が減っているのがとても怖いです。私は障害者で働けないので、たっきりでも働く方法もしくは貯金を使って少しでも労所得を得る方法を教えていただきたいです。障害年金は受給してますが、ビビたるものです。えっとですね、あの、無能な人がお金を使って不労収入が得ると思うと、大体なんか、 変な情報調剤とかに引っかかって余計お金が減るだけです。で、今あのコロナ禍もあるので、あの、なかなか厳しいので、あの、下手なことしない方がまだマシです。なのであの、コロナが終わるまでは、とりあえずあの、お金を使わないようにするという方向で頑張ってください。なのでその、なんか酒飲んで喋ってる40代のおっさんに1000円使うとか、愚の骨頂です。 なので、あの、その、趣味のお金を使わないようにしたりとか、高いものを買わないようにするとか、スパチャをしないようにするとか、土下けのお金を払わないようにするとか、お金を節約する方法に時間と労力を使った方がいいと思いますよ。 え、二代た男です。くだらない質問なんですが、男友達と温泉旅館に行った時に間違ってオンラインになってしまいました。二人でおしゃべりしていたので、前日と男女が入れ替わっていることに気づかず、入った瞬間、衣室が一周創設となり、謝って入ったことに気づきました。慌ててましたが、何らかの罪に問われることがあるのでしょうか女性たちの方が気づいたと思いますが、何かショックで気づいてしまう、えー、不安を感じます。忘れる方法はありますかえっと、忘れる方法は忘れる気がないんだと思うんですよね。2440円払ってこんなところで聞いたら余計記憶が強化されてしまうので。 で、あの、勘違いして入った場合は無罪になります。あの、えっ、ー、とね、どっかの役所が作った、なんか科学センターみたいなところで、あの、男女のマークがすげえわかりづらい通り作ったんですよね。 で、その男女のマークを間違えてしまって入った人が、あの、その女子便所に入ったって言って通報されて警察に連れてかれたんですけど、結局このマーク間違えるからこれマークが悪いよねっていうので無罪になったっていうのもあるので、なのであの勘違いして入ったっていうのがちゃんと証明できるのであれば、別に罪に問われることはないと思います。 え、ヒロクさん、こんにちは。過去にカンボジアメンバーがいたり、殴られをやっていたナパーズというチャンネル名の YouTuber です。初めてスパチャした時は 1, 180人だったんですが、現在8000人。をすごいですね。TikTok のフォロワーは2万5000人になりました。TikTok の総再生数が1500万回くらいになったのですが、YouTube への移行率が低いです。何に力入れたいでしょうか ある程度その TikTok で完結してるものだったら見られるっていうことになったと思うので、あの、続きは YouTube で的な動画を割と作ると、あ続き見たいから YouTube 行こうっていうふうにクリックしたりする人が増えると思うので、ただあの、完結したネタで、まああの、今まで通り TikTok でユーザー増やすのは必要だと思うんですけど、ただたまにその、あの、これ全編見たいんだったら YouTube に行ってくださいみたいな仕掛けを作るといいんじゃないかなと思います。 というわけで、えっと、タイトル回収しますけど、あの、公開中の船板で焚き火というタイトルにしたんですけど、あの、ややこしいタイトルにしちゃったんですけど、あの、えっ、ー、と、老練だよねあ。っていう、あの、労働組合をまとめた組織があって、んで、そこの、あの、トップの人が、あの、立憲民主党を支持しませんって言い出したんですよね。 で、立憲民主党を支持しませんと言った結果、じゃあそこの労働組合に所属している人たちって、立憲民主党以外のところに投票する可能性があるんですよ。で、あの、正月に岸田首相を呼んでなんか新年会やったらしいんですよね。で、労働組合っていうのがなぜ縮小してるかっていうと、非正規雇用の人が増えてるからなんですよ。 要はその、正社員の人たちがストライキやろうぜって言ってストライキやろうとしても、非正規雇用の人がいたら、別にじゃあもう正社員いなくても俺の会社回るじゃんってなっちゃうので、ストライキをやる意味がなくなっちゃうんですよね。なので、非正規雇用っていうのは、労組は全て反対すべきなんですよ。 ところが、あの、ま、岸田首相になって非正規雇用の、あの、なんか年数伸ばそうとかだったり、あの、外国人の、あの、特定技能研修生みたいな人も、あの、何年でも働けるようにしようみたいな形で、外国人労働者がいると、やっぱり日本人の給料も上がらないじゃないですか。 なので、その、本来であれば自民党に対抗する組織を作らなきゃいけないんですけど、自民党に対抗する組織であるはずの立憲民主党に投票しませんって言っちゃって、自民党と仲良くしていくのって、結果として労組がどんどん力が弱くなってしまうと思うんですよね。で、その、 あの、ま、共産党と組んでるから、あの、立憲民主党と組むのは良くないよねっていうのは考え方としてはまあそういう考えもあると思うんですけど、ただ共産党ってどちらかというと労働組合に近い考え方をしていて、ま、もともと社会主義共産主義って、その、あの、働かない人たちでもちゃんとお金入った方がいいよねとか、あの、権利っていうのは誰でも同じようにもらうべきで、その無能だから組になるって良くないよねっていうのなんですけど、あの、自民党の場合ってその経団連からお金をもらったりして、まあ、あの、無能は組になって非正規雇用で苦労するのは当然だし、 あのまああの経営者が儲かるようにした方がいいよね。ね中小企業の経営者とかも楽に儲かるように外国人とか入れて人件費抑制できた方がいいよねっていう構造の党なんですよ。なのであの立憲民主党とか共産党の議員が増えた方があの組合の加入している人も増えるし組合にいる人たちも幸せになるはずなんですけど、まあそのトップの女性がなぜかあの組合にいる人たちが困るようなことをやってるんですよね。 で、困るようなことをやってるんだけど、それをあまり多分組合にいる人たちが気づいてないんですよね。要はその、あの、投票でその吉野さんっていう女性があのトップになったんだと思うんですけど、要はその組合にいる人たちがバカなので、吉野さんみたいな人をトップにしたら自分たちが困るっていうのが分かってないんですよ。 なので、あの、例えとして、その、航海中の船板で焚き火っていうのを書いたんですけど、要はその、自分たちが乗ってる船の板をバンバン燃やし始めてるんですよね。で、あの、最初のうちはあったけいいじゃんってなると思うんですけど、そのうち多分、あの、沈んじゃうと思うんですよ。要はあの、 組合員がどんどん減っていけば、組合の価値はどんどん下がっていき、で、組合に入っててもしょうがないよねっていうのがあって、で、その、あの、労働者の権利が守れなくなるっていう方向にずっと進んでるので、いやいや、その方向って自殺行為だよっていうふうに、旗から見てると思ってるんですけど、残念ながらその、組合にいる人たちって自分が自殺行為をしているということすら分かってないっていう。でまあ、あの、まあ、よくあれバカが多数派っていう話だと思うんですけど、 っていうのがあって、でもなんか、それに関してもなんか、組合員が揉めてるみたいな話ってあんまり聞かないので、なので、あの、自分たちがその自殺要はわミングス的ななんか、あの、自分たちで悪い方向に進んでるっていうのが、本当に分かってないんだろうなと思うんですよね。まあ、その、あの、トップのおばちゃんも、そういうこと言ってて、なんか、ビになるとか揉めたって話も聞かないので、なので、まあ、あの、大体の日本の組織ってバカが多数派なので、今後も大変だなと思って、客観的に見てます。はい。 というわけでなんかちょっとバタバタしてますけど、今日はお会いします。すいません。はい。というわけでお疲れ様でした。